ようこそ皆様ごきげんよう。新世紀ゲーム VTuber の EL です。当番組はですね、 DTM にまつわる様々な情報をお届けする。毎回ですね、タイトルとなるテーマ以外に DTM の新鮮ニュース、あとピックアップセール情報もお伝えしていきます。今回のテーマはですね、左に書いてある通りですね、右シンセサイザー V の調整技参戦ということでやっていきたいと思いますね。早速矢田さんコメントありがとうございますね。もう先に会話しちゃいましたけどね、ちょっと画面先に変えさせていただきますね。いくかな、ちゃんと。こうか。はい、本日はですね、ちょっと順序がおかしかったですけどね、はい、調整技参戦いきたいと思いますね。先にネタバラしておくと、3戦じゃないです。5戦です、ま。入門者の方には3戦。その後にですね、先にこれ言った方が面白いかな。巻き舌。巻き舌と語尾行き。そんなものないですよね。小さいザ V にはね、ま。知ってる方はね、いらっしゃると思います。その方法も、ちょっとね、やってみようかな、なんて思っております。コメント先に行きましょう。今日、たくあん置いときましたよ。やずやずさん、いらっしゃいます、やずやずさん。あれ、こっちあ、こっちじゃない。はい。はい、そうですね、剥がれましたね。最初のコメント見えてますね。はい。青みどりさん、こんばんは。ルーチューブさんも、こんばんは。改めて、やずやずさん、こんばんは。昨夜お楽しみじゃないですよ。どういうこと？あれか？ドラクエ1の宿屋か？JS さん、こんばんは。レッドブル飲みました。飲んでますね。はい、置いてありますね。カズヤ杉原さん、いつもどうもこんばんは。あ、晴天大聖さん、どうも。こんばんは。深夜の2時間 DTM を制作しながら、それは。ぜひ楽しんでください。スパンプさんもこんばんは。ダルマさんこんばんは。新鮮 V 派ですよね。そうですよね。ちょっとね、物申したい、ちょっと、ありますけど、はい、いいです。やりやがった?はい。取れましたよ。ネイルさんこんばんは。そう、巻き舌ね。巻き舌やっていきたいと思います。はい。あ、それ最後ね。3つ基本なものやってから巻き舌いきたいと思いますね。はい、ちょっと机の上がだんだん賑やかになってるんですけどね。スクロールしちゃった。ピアノ P さん、こんばんは。よろしくお願いします。名前がどんどん変わってますね。あ、フィルターのね、4番目を買ったらね、3発もね、どうしてそんなに買ったんでしょうね。酔っ払ってポチっちゃったんですかね。やるやね、そうですよね。やるやじゃないですよね。やるやさん言ってましたけどね。スパークエビさん、こんばんは。ん？私の中で畜生サンプリングしなさいと、説教会でさ、私も、ん？はい。はい、すいません。なんかよくわかんなかった。TJ16 周年さん、こんばんは。いつも周年って言っちゃう。初めて配信の頭に間に合いました。はい、巻き舌ね。最後のちょっと2つに入れたいと思いますね。だから5つやります。味と風味の本田さん、こんばんは。ということで、ちょっとこれ画面の方に行きましょうかね。今週の新鮮ニュース、ついでにやってですね、さっき言いましたね。はい。ということで、まずはこちらから行きたいと思います。どうぞ。今週の新鮮はい、ずんだもんが言ってくれましたね。ちょっと BGM 調整しましたよ。あ、コメントありがとうございます。YouTube はさん、あ、再びありがとうございます。YouTube だけだとね、いっぱいいらっしゃいますけど、和がつくとね、お一人しかいないような気がするんでね、こんばんは。あ、なのだ、はい。私持ってないんですけども、シーケンシャルテイク 5OS がバージョン 2.0 になったそうです。おとといかな？昨日かな？ねえ。プリセットのストレージがなんか2倍になって、新しいプリセットも128個くらい、なんかダウンロードできていられるらしいですよ。で、エンベロープのリピート、なんかね、文字らしい人みたいですね。LF4 スルーがちょっと私わかんないんですけどね、スルーできると。で、ローファイ系のちょっとね、ガサガサっとする、今時の流行りのエフェクトも入ったそうですよ。ダスちゃんさん、こんばんは。ということでね、これ、ちょっと気になりましたね。
まあ、私これが出る前にねプロフェット10のウェブ をね買っちゃったんで、でその前のねプロフェット6もあるもんですから、ちょっとこれには手が出なかったんですけど、多機能でいいですね、現代的なねやつっていうことでね。はい、まずね1個目のニュースがこちらでした。次行ってみましょうか。はい、こちらですね、池部さんがオンラインストアを全面リニューアルするそうですよ。ねえ、まあ、ここに書いてある期間ですね。ちょっとちっちゃいんで見ないんだよな。1日だけですね、火曜日かな。ちょっとね、クローズしちゃうそうなんで、もしね、何か買おうと思ってる方いらっしゃったらね、ご注意されたらいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと、マイクが、すいません。はい。A 社のインパクトのあるドラムポチった時におすすめに出てきて、会話するだろうね、気づいたら。はぁはぁはぁ。A 社のインパクトのドラムをポチったら、で、3冊来ちゃったんですね。あ、K 君さんいらっしゃいませ。こんばんは。ちょうど昨日新鮮ベーカーって、ああ、ナイスですね。そういう方にまさにですね、どうかなと。かわいいアイコンですね。そして多分、初めてですよね。ようこそコメント、書き込んでくれました。ありがとうございます。プリンスバさん、いつもどうもこんばんは。ニュース戻りますね。で、ですね、ちょっとこれ、次のセール情報になっちゃうんですけども、まあ、そんなこんなでですね、リニューアル直前の、まあ、ファイナルセールやってるんですって。4月の10日までですね、まあ、あんまり期間ないんですけども、概要欄に、リンクありますんでね、ちょっと見てみてください。まあね、ハードとかで、ちょうど欲しいのがあったっていう方がいたら、まあ、これは逃せられないんじゃないかなと思ってですね。逃せないんじゃないかなと。で、これ。はい。まあ、リンクから行っていただければ同じものは見えます。ちゃんとね、クーポンコードがありますので、安くなっているものに対して、さらにクーポンコードも、入れてですね、お買い上げになるとよろしいんじゃないでしょうかね。じゃあ、ジャズさん、パチパチと。ありがとうございます。ありがとうございましたね。ケイ君さんにね、パチパチですね。ユージさん、ワンバンコ、こんばんは。はい。すいません。初めてなのに、挨拶なしに、これは全然 OK です。全然 OK です。挨拶なんかなくていいですよ。はい。もちろん、別に、ま、何でも大丈夫ですよ。ありがとうございます。いや、大歓迎ですよ。もういつもの方々、そして新しい方含めてですね、大歓迎です。YouTube 君的に、コメントが多いと、おすすめがリアルタイムこの配信中に上がるそうなんでね、もうありがたいですね。そしてちょっと待ってください。ムーブさん多分初めてですよね。ムーブさんもよくぞ書き込んでくれました。いらっしゃいます。ありがとうございます。知り合いかな。そんなことないですね。よろしくお願いします。ケイ君さんにたくあんの ASM よくかな、たくあん外すところもう外しちゃったんでね。パチパチパチ、ありがとうございます。はい。じゃあ次行きますね。画面の方。このシステムだいぶ慣れてきましたね。だいぶってまだ3回目ですけど。4回目あれ、これいいんじゃないかなと。あ、そうそう。それでこれはですね、前回配信の振り返りです。前回定例配信の日じゃない。平日にやっちゃいましたからね。はい。できればね、なるべく週2回ぐらい配信、週2回行動したいですね。スーパーロボット対戦的にね。ちょっと違うか。はい。これね、もう一回言っておきます。4月27日発売の、かさねてとさんが、まあ、めちゃんこいいよね、という簡単に言うとですね、ボーカルスタイルが4つあるうちの、まあ、ジョイフル、キュート、メロ、そしてパワー。私はパワーが本当に良かったなぁと。エスオハギさんのデモソング、ぜひ聴いてみましょうね、と。何度でも言ってきます。多分次回もこれ言っときます。はい。リマインドでした。簡単に触れましたよ。ちょっとレイアウトも変わってるんですけどね。でですね、よいしょ。こちらもね、前回平日やっちゃいましたんで、追加情報以上、5月16日発売ってさ、書いてなかったですよね。口では言いましたけどね。ということでね、こちら、概要欄のリンクはクリプトさんになってます。クリプトンさんで買うのが本家よりも安いです。はい、私は本家で買っちゃったんで失敗したんですね。ダメですね。こういう時はね、急ぐ文句はね、何でしたっけ、アーバオワクで開始点が言ってましたよね。何言ってんだ。はい、次行きましょうね。あ、次はですね、こちら、コーナーが変わりますよ。ピックアップ整理情報なのだ。はい、
ピックアップセール情報をいってみましょう。ディザルもちょっとね、飽きてきたんで変えてみましたね。はい、こちらね、結構前からやってたんですけども、なんか考えてたんですけど、あんまりどうなんだろうなと思ったんですけど、書きました。4月9日まで、ウォルドルフのソフト申請、この3つが、ね、半額になっております。私ね、真ん中のストレッチフィットは持ってないですね。ストレッチフィット、は、ハード、分子音源のシミュレートですけど、ハードの方も、DSP 的な音源、デジタルですね。で、こちらの方ももちろんソフトなんでデジタルですけども、いわゆる分子音源ですね。何言ってるかわかんないと思いますけども、分子音源の、ストレッチフィットちゃんが、今、もう 50% オフで買えると、そんなにこれ古くないですよね。うん、もう安いんかいっていうね。はい、私真ん中だけ持ってないですね。左右は持ってますよ。うん。まあ、この機会にね、お買い上げになるというのはいかがでしょうかね。BGM の音量、いい感じのはずなんですけど、どうですかね。はい。ちょっとコメントまた戻らさせていただきますよ。ん?直前ってことはまだ、そうですね。リバーしてないですね。先ほど最初に言えたスケジュールになってましたね。火曜日に1回止まるなんていうね。はい。イケメンの話ですね。あ、37さんっていいのかな?呼び方は。こんばんは、食塩です。よくぞ書き込んでいただきました。このよくわからないチャンネルにありがとうございます。もう、ゆっくりしててくださいね。もうありがたいな。ありがたいな。ちょっとアイコンがですね、ちっちゃくて私見えないんですけどね。なんだろう。はい、ありがとうございます。なのだ。はい、なのだですね。アスパゲビさん、シネサンプルが謎のサブスク。それニュースですね。すいません、シネサンプル持ってなくて、メールが来ないんだな、きっとな。一回持ってないからメール配信来ないんだな。すいません、アンテナ低くて。サブスクになった?なんていう、サブスク以外もあるんですかね。まあ、マイク後で調べなきゃいけないですね。音量 OK。ありがとうございます。今日ね、マイクの音もね、ちゃんとUAT じゃないや。RME のやつでね、結構ね、直しましたね。若干、私の声、ルームリバーブからホールリバーブに変えたりね。ね、なんか背景に合うかなと思って。どうでもいいですね。はい。はい、くまさん、イージーフェス、イージードラマ3と出てきて、あとはイージーキーズだけと思って、そうですね、やっときましたよね。現代的になってね、先ほどのね、とこですね。ちょ前回ね、結構きっちり話したんですけど、ちょっと今回は簡単にスルーさせていただきました。すいませんね。あとはもう、イージーギターとかね、出てほしいんですけど、なかなかトゥーントラックさんのクオリティに、自分たちのクオリティを満たすギター音源、難しいのかもしれないですね。うん、ヘビアセブンストリングスみたいなやつの強化版が出てくれるとね、もう、さすがにイージーギター出たら、ミディの、あれ、駅版買っちゃうな、片っ端から。いやー、まあ、ギター弾けないんでね、はい。挫折したんでね、制覇コードとは。無理だろう、この手は。はい。はい、そんな感じで、もうちょっと弾きましょうね。ね、パチパチパチ、ヤジャさんでございますね。37さんのね、パチパチですね。ありがとうございます。ストレッチフィットのソフトとかいつの間にあ、なんかね、半年ぐらい前かな、ひょこっと出たんですよ。うんうん。そうなんです。ゆっくりしていってね。そうですね。初めて来た方も、まだ書き込みしていない方も、はい、皆さんゆっくりしててくださいね。ドラムさん、パワーコードだけで生きていけばいいんです。私ね、それ、うん、結構同意しちゃいますね。うん、まあね、ギター弾く人から見たらね、やっぱり打ち込みのギターはって言われちゃうんですよね。うん、まあ、うん、どこにこだわるかっていう新鮮事なんでね。ちょっとギターにこだわれない。ただ耳が正解を知ってないんでしょうね。物事はね、正解を知ってないとね、いいか悪いかの判断できませんからね。うん、ギター弾かない私はね、多分正解にたどり着きづらいですね。昨晩はお楽しみ、なんでやねん。だからあれですね。例えばですね、ローラ姫を、竜王じゃないや、ドラゴンだ。洞窟の中のドラゴンの、まあ、中ボスですよね。で、抱えて戻ってきて、宿屋に、まあいいや、はい。失敗?あ、何が失敗ですか?さあ、次行きましょう。次は、こちら。はい、前回振り返りですね、これもね。まだ4月16日まで、そうですね。アベンジャーのバージョン1やってます。もうすぐバージョン2出るかもしれないです。もうすぐじゃないかもしれないです。今年出るらしいんでね。ちょっとご注意ですけども、まあ安いうちにと。で、本題はこちら。前回の振り返りですけども、
スイートウォーターで5個パックが195ドルになってますと。で、なんかツイッターで教えてもらったんですけど、前回言ったと思うんですけども、最安は2019年のこれ140ドルスイートウォーターだったんですね。まあ、でもそれはなんか何十周年だから安かったんだろうねと、LHLUP が言ってました。教えてもらいましたね。そっか、あの時はそういう周年イベントで140ドルだったのか。195でもね、5つ駅番が手に入って、それを全部いきなり交換しなくてもいい。だから、1個交換して、あと4つ残しておくとかもできるというね、前回話した通りですね。こちら安いので、私も欲しいんですけど、もう、テトちゃん買っちゃったし、イージーキーズのアップグレード、買っちゃったし、もうね、お金が全くございません。はい。まあ、それとは関係ないですけど、今日お昼ご飯すら食べてないですね。あ、当然晩ご飯も食べてないですね。アメちゃんは飲みましたね。よし。次行きましょうね。あ、次こちらです。今日のメインテーマなのだ。なのだ。なんかね、手の伸びと間が曲がってますよね。気にしないでください。はい、メインテーマね。はい。さあ、今日の本題に入っていきたいと思いますよ。ちょっと待ってね。永遠に、うん、あ、日本円で2万5000円ぐらい、スイートウォーターをね、5個パックですね。うんうん。永遠に選べないか、すぐにもっと欲しくなるか、どっちか。まあね、持ってる数によっては5個いきなり欲しい人もいるでしょうし、効果もあるし、ジャンルがね、好きな方ならいいですね。うん。ん？スキッパだ。スキッパだっていうの、あ、栄養失調でスキッパになるところですか？まだそこまで、まだ半日なんで大丈夫ですよ。はい。あ、モッツンさん、こんばんは。はい。今回のセルとアベンジャーも買いました。あ、アベンジャー買いましたか？ナイスですね。ぜひね、駅版も検討するといいかもしれないですね。RPG はすごく使いやすい。そうですね。シーケンス系のね、RPG も含めて、やっぱりセンスがいいメロも入ってますよね。いいですね。おめでとうございます。飯案件じゃないです。何も食べないですよ、今日は。はい。あとで、死にそうになったらちょっとアメちゃんを舐めようかな。大丈夫ですよ。あ、じいさんいらっしゃいませ。プラグイン壊れ、プラグイン買いすぎてね。そうですね。お金がなくなっちゃいましたね。あ、もうですね。もうどうしても我慢できなかったら、セブンイレブンからか行ってきますよ。終わったら。お金がない時に限って欲しいやつが出るっていう。まあでも、よかったですよ。テトさんに結局使えたわけですから。まあ、テトさんですから、買わなきゃいけませんからね。手帳、辞帳しなくていいですかね、矢田さん。本当にね、矢田さんがいっぱいね、わけわかることからわけわかんないことまで書いていただくっていうのはですね、YouTube のアルゴリズム的に、なんかこんな赤裸々ですけど、いいんですよ。まだね、そんなお客様多くいらっしゃいませんし、全員読みますしね、このね、皆さんからのコメントが楽しくしょうがないですよ。この配信はね、生放送、本当面白い。皆さんが面白い。彼岸桜さん。すいません。彼岸桜さんでよろしいでしょうかね。いらっしゃいます。あ、アイコンかわいいですね。白い髪にちょっとコケティッシュな、なんか健康的なお肌の色で、ちょっとちっちゃくて見えないんですけど。はじめまして。もうようこそ。そして、確認していただき、ありがとうございます。新スポンサー V のソプラノの、ソプラノの層薄めだったから、手と、あ、高めのね。テトさんやっぱ独特でいいですよね。早くね、私も欲しいですね。先に来んないかな。いや、買ったんだから来ないな。よろしくお願いしますね。本当ありがとうございます。書き込みせずに見てる方もありがとうございますね。決して、どちらも嬉しいですからね。はい。明日は CK61。あ、ヤマハさんのね、新しい。あれ結構エントリーモデルとして秀逸な感じですよね。ステージ、キーボード的な。ね、これからなんだろうな、まあ、高校生の方とかね、担ぐもよし、音色的にもね、ハモンドから何から、日本だとハモンドあんまり使う人いないですけども、ね、一通り音が入ってるといいですよね。あれ、コスパいいんじゃないかなと。まあ、新生オタとかの方にはね、ちょっとこう、つまみグリグリとかも、盛大にグリグリする感じではないですけど、十分ね、いいですよね。あ、シンシンさん、こんばんは。維持技術、アップグレード、ソニックウェアで買いたいけど、元のお金、あ、
そうですね、シンシンさん。ソニックワイヤーに登録されてないと、ソニックワイヤーのアップグレードは、買えないんですよね。そうですね。海外で買ってる方はね、ソニックワイヤーのちょっと、ドル円で言うと安いんですけども、いい感じなんですけど、残念ですね。残念ですね。私はソニックワイヤーでイージーキーズ買ってるのに、なんてか知んないですけど、本家でアップグレードっていうね、絶対真似しちゃいけないやつですね。ほんとすいません。初日に飛びついちゃいけなかったですね。なんとなくそんな気がしたんですけどね。はい。大失敗ですわ。もう。さあ、またパチパチありがとうございますね。アベンジャー買うなら今は、ベストサービスが一番安くないですか？本体？そうですか。ベストサービスだとドル建てじゃなくてユーロ建てできるからですかね。なるほど。すいません。じゃあ、リンクは一応ベストサービスのリンクありますので、そっちから行っていただければね、いけますんでね。何建てにするかって選べますしね、ベストサービスは。ちょっとご注意してくださいね。決済画面で金額、一応出るはずなんでね、ペイパルとかあったらね。だるまさん、CK と YC の違いが、なんか CK はちょっと、廉価な感じって印象を受けましたけどね、ヤマハさんの動画見ると。私もちょっと分かってないですね。はい。ネイルさん、どうも、こんばんは。LX480 という名機歴史化を再現したデジタルリバイブのプラグインなんですけど、はい。アイロックサインインにかなり手こずりました。メールアドレス間違えて、音に気づかず。あれですね。アーチュリアのやつですか？違う。違う。それとも、UAD はね、480はまだね、なんだろう、ネイティブ版出てないんですよね。じゃああれか、本体か。LX480 だから本、あ、歴史コンのですね。ちょっと分かってなかった。おめでとうございます。アイロックのサイン、なんで作ったんでしょうね。なんかセキュリティの問題ですかね、パソコンのね。本当だ、117.25。そんな安い。じゃあ、ベストサービスに行きましょう。ね、今日プログインブティックさんからの案件でも何でもないんでね、大丈夫ですね。安いとこで買いましょうね。はい。ということで、今日のメインテーマがこちらになってまして、ペロッと変えるとですね、先に似た話しましょう。基本の3つはこの3つです。知ってる方は置いといて、入門者の方、ちょっとね、今のうちにメモってください。SIL、L ね。CL、そして BR。BR はね、ボカロをやってる方だったら同じですよ。ブレースですね。はい。ブレス以外の CIL と CL。合計この3つの、記号をちょっとメモっててくださいね。で、さっきネタバレしました。これだけだと、あれなんで、あれって何かわかんないですけど、はい。ゴビ行きと巻き舌、どうしようかなと。こちらもですね、実際に今日、懐かしい曲を掘り出してまいりました。それでですね、調整しましょう。はい。もう実際、もうやってみましょう。皆さんもね、もしね、起動してたら、ハンズオンでやっていただいてもいいんですけどもね、やっていきましょうね。青緑さん、BR だけは知ってる。なるほど。じゃあちょっと今日はね、ぜひこの、残り、ぜひこのっていうか、見えてないですけども、やっていきたいと思いますね。はい。ちょっと戻った方がいいかな。はい、こうですね。ダメですね。ダメですね。ダメですね。ちょっと待ってくださいね。音が鳴らなくなっちゃうんだな。こうですね。はい。すいませんね。まあ、手元のね、いろいろとやってるんですよ。ミューシオということで、シネサンプルズのサブスクが、シネサンプル本体じゃなく、売り方が末期の、そうな、末期とは、ちょっと怖いこと言わないでください。持ってないんですけどね。そうですか。そっか。なんか違う法人っていうか、グループとかブランドで立ち上げたのかわかんないですけどね。歴史君はスティーブ・バイが愛用してるイメージ。歴史君はもう、なんだ、昔っていうか今でも使えますけども、スタジオでね、絶対入ってましたからね。みんな使ってますもんね。いいですね。ホーイン・キョーマかと思いました。 どういうこと？どういうこと？どういうこと？ちょっと待って、どういうこと？まあいいか、まあいいか、まあいいか。BR って言われると会議、そうですね。昔のニコニコはね、プレミアム会員になるとね、HTML のタグ出たんですけど、今あれですね。プレミアム会員じゃなくても、普通にソース打たなくても開業できますね。はい、そんなちょっと古い、はい、老害っぽいこと言ってしまいました。
はい、そのチャット GPT、はいはい、チャット GPT で、花子さん風に巻き舌でと、するといい感じに処理してくるような。そうですか、そうなの。あなたは花子さんですってね、設定するの重要ですもんね。あ、で、あ、じゃあ閉じちゃいました。あー、もうだるまさん、よろしいんじゃないでしょうか。まだお持ちじゃなかったですね。なんか持ってらっしゃるのかなと思ってましたけどね。ねえ、アベンジャーコーニーおめめ、おめめですね。ゆきしくんは PCM80 が憧れでした。ああ、なんですか、ワンユーのやつでしたっけ。それでももっとでっかいかっこいいやつかな。にもわかんない。すいません。持ってないです。BL 使いこなせば ASMR ができる。ちょっと違うかな。ASMR、あ、でもまあ ASMR の意味って癒され系ってことですもんね。別にささやき声ってことじゃないですもんね。ささやき声はね、あの、ボーカルスタイルでいきましょうね。ちょっと私抑えよう。だから大丈夫ですって。大丈夫ですって。いきなり100コメントとかされたら私、もう、あの、目が追いつかないですけど、全然大丈夫ですよ。歴史といえばアーチェリアも、そうそうそう、そっちかと思っちゃいました。ねえ、あれね、あ、私ね、UAD の方の224持ってるんでね、あれ、今のところもあれでいいかな。軽いし。昔の僕らって英語弱かった。そうですよね。英語専用ライブラリー出ましたけどね。まあちょっと僕らはあんまりね、置いときましょうね。比べちゃうということないですね。エルプサイ、コングル、コングりますよ。はい、ではコングっていきましょうかね。ちょっと画面を、ちょっと待って、どうやってんだっけ変えて、BGM の消し方を、私、忘れましたね。ですね。ちょっと待ってね。消えましたね。消えましたね。無理っくり消すよね。はい、もう BGM なしでいきましょうね。さあ、この画面ですね。早速ですね。もうちょっと画面出ないんですけども。いや、無理くり出しましょうか。ね、この3つね。この3つを、駆使していきましょうね。で、私、今回用意したの、これです。ですね、コンテンツ ID に引っかかって、ELP っていう人から、自動的に、クレームじゃないな。そのコンテンツはホニャララですよって来ちゃうんですけど、まあ私自身なんでいいんですけど、ちょっと再生してます。懐かしいですよ。行きましょう。再生しない。行きます。今度こそ行きます。はい。何年だっけな、これ APEX さんのテトコンピですね。同時のテトコンピもね、ツインドリーさんの主催で私、参加してますけど、その次ですね、APEX さん主催のツインドリーさん企画の懐かしいですね。過去の栄光と言っていいでしょう。過去にしか栄光がないっていうね。まあまあ、栄光あるだけマシですよ。ということでね、この曲を今、マイさんに歌ってます。で、これ実際は、これね、なんで掘り出したかって話もあるんですけども、テトさんリリースさせたら、これですね、リアレンジして発表します。で、テトさんバージョンがこんな感じですね。テトさんちっちゃかったですね。もう一回こんな感じです。愛し合うために世界がある。愛するために出会い続け。これね、ルーで巻き舌ありますでしょ。これもその後半再現したいと思っての今日のです。で、これテトさんは置いておいて、今日はマイさんでやっていきたいんですけど、画面が出ない。こっちか。失礼。マイさん。マイさんですね。マイさんだけ再生しましょうか。愛し合うために世界はある。愛するため。ちょっとリバーブ多いかな。リバーブっていうかあれですね。ディレイが多いですね。これ何言ってるかといったら、ちょっと今日はエフェクトの話じゃないんですけども、今、未だに CLV を使ってるんですね。ウェーブスコア。そうですね。ここを下げると、この、
ゆるい感がくれますね。愛するためにだい。あ、これぐらいにしましょうね。今ここ下げましたね。ここね。はい、CLA が大好きでね、これだけ替えがね、まああるのかないのかないんですよね。さあ、これをですね、皆さんと一緒にやっていきたいと思いますね。で、まあ、そうですね。まあ、まずは基本的なところで言いましょう。BR にした方がいいかな。さすがに BGM ないと変だな。ちょっとコメントすいません、いっぱいいただいてね。ありがとうございますね。いきましょうね。ガウズさん、いらっしゃいませ。それは何の意味だろう。読んじゃまずい意味だったらどうしよう。そんなことはない？すいません、いらっしゃいませ。大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫なのかな？これは。ちょっとすいませんね、英語わかんないから。一応、脳内シナプスにメモった、OK でございます。そう、マインさんですね。ちょっと遅いかもしれないけども、20ユーロ、ドル、ウィズ、エブリーパーチーズ、はい。あ、クーポンもあるんですか？それってベストサービスのこと言ってますか？ありがとうございます。ちょっと、すいません、情報が少なくて、分かってなくて。解体申請もないから、アベンジャーの、はい、駅版でも買おうかな。あ、無理に買わなくてもいいですけど、今得ですね。はい、そうですね。SOL と CL と、PAU、PAU、ポーズ、何でしたっけ？ポーズは、ちょっとね、今日はね、使わないでおきましょうね。わかんないんで。わかんないかい。テトさん、良いですか？テトさん、まだ持ってないですけど、歌うのテトさんだったらいいですね。なんか、江戸川潤が、子供の声で歌うシミュレーションができそう。どういうこと？どういうこと？そうなんすか？ちょっと待てよ。ガウズさんいらっしゃいます。いらっしゃいますですよね。そうだよ。英語ね、これ勝手に訳してくれればいいんですけどね。この画面でね。どういう、何語だろう。ありがとうございますっていいのかな。誰か有識者の方、わかる方教えてください。ウェルカム。これって生声じゃないんですか？どれですか？舞さんの件ですか？舞さんのこと言ってます？違います？これ生声じゃないですよ、これ。愛し合うために。これね、これ変えたら。愛し合う！ね、なりますでしょ？ちょっとアンドゥーしますね。そうじゃなくて、ひょっとして、テトさんのこと言ってます？テトさんは当然、これ違いますよ。テトさんは歌う音源を私が調整して頑張った音ですよ。これ。愛し合うために。ね、単品で聞くとちょっとね、フォルマンとの異常が上がりますよね。かなりイートしてるんでね。世界がある。このルーでもね、負け舌してます。愛するために出会い続け。ここで負け舌。ちょっとね、オケに混ぜないと私の調整がかなりやりすぎちゃって、フォルマントが破綻してるっていうところはありますね。失礼しましたね。ごめんなさいね。確かに CLA ボーカルは重宝しますよね。そうなんですよ。替えがね、サクッと替えれるものないんでね、使わなきゃしょうがないっていうね。生配信でも無課金税には数分の広告配慮になりましたね。突然版。そうですか。ごめんなさいね。っていうか、そういう仕様ですね。ありがとうございます。なんて言えばいいんだ。すいませんでした。今後も入ると思います。出先のアベンジャー落とそうとしたら5点。出先はやめた方がいいじゃないですか。はい。ちょっと待って、ごめんなさいね。ガウズさん。わかんないんです。訳さないと。わかんないんですよ。どうしたもんかな。すいませんね。CLA ボーカルズは使いやすいです。待ってください。ヘスさんいらっしゃいますでいいですよね。ようこそ。ジャパン、そうですよ。ジャパン。ジャパニーズでございますよ。ちょっと何言ってるかわからないですよね。大丈夫なのかこれは。CLA ボーカルは使いやすい言いましたね。はい。マイさん、シンサイザー V 有料版買うと無料でもらえる。そう。だからね、マイさんにした。マイさんなってますよね。そうそう。そうです。今、マイさんになってます。見えない？ギリギリ？よいしょ。ここでね、マイさん選んでますからね。
そうです。無料でもらえるのがいいところですよね。そうなんですよ。ん？I'll be back。ん？シュワルツネッカーかな？マイさんっていう方。あ、そうですね。最近中の方も判明しましたけど、公開されましたけどね。マイさんの、音声データベースで鳴らしてます。愛するために大続け。あ、だからですよ。今マイさんじゃないですか。だからここをデータベースを変えると、じゃあ、ちふゆちゃんにしましょうか。ちふゆちゃん出ましたね。じゃあちふゆちゃん再生しますよ。愛し合うために世界は。ね、じゃあ、あ、小春りっかさん。愛し合うために世界。ちょっとね、フォルマントいじってるんですよ、これ。え、あと、かりん先輩。愛し合うために世界は。いい声ですね。じゃあ、さきさん。愛し合うために。これね、ちょっとそう、フォルマントね、上げて、ちょっと下がる感じですね。上げると男っぽくなる。あ、それをしてるんだよね。そうしないとね、ちょっと高音がね、苦しいんですよ。もう一回、マイさんに戻します。はい、マイさんです。リターンはマイさん。愛し合うために。うん。ちょっとこれはね、マイさん、無料で作んでね、やっていきたいな、と思いますよ。はーい。そうなんです。歌が使いやすくなった感じなのかな？うん。いや、歌う、簡単っていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、最近出てないですけど、圧倒的にシンサーザー V は、まあ、UI がね、ここまでちゃんとあるんで、歌うとどちらが楽かといえば、こっちの方が楽だな、間違いないですね。うん。はい。ですね。あ、クラゲさん、こんばんは。なるほどね。なるほどね。なるほどね。ちょっと待ってね。なるほどね。やじやじさん、パチパチと。海外が近いせいかどうかは、ちょっとわかんないですね。ちょっとわかんないですね。はい。ねえ、ね。ちょっとね、わかりましたね。なんとなくね。そうですね。そうですね。さくらさん。そうですね。わかりました。私も。はい。わかりやすいこと言っていただくとね。わかりますね。はい。ちふゆちゃんのハスキーボイスもいいですね。ちょっと今回さらにハスキーに聞こえちゃいましたね。先輩の声もいいですね。先輩伸びやかなんですよね。あ、ホロライブちゃんのね、はいはいはい、出てほしい。そういう方々もひょっとしたらね、出してくれる可能性もいずれあるかもしれないですよね。うん。小樽三人組、ほんと素晴らしい。まあ、みんなね、新さんの V みんなね、結構趣味ですね。いいですね。あ、小原誠二さんいらっしゃいませ。あ、なるほど。だるまさん、そういうことですね。いやもうちょっと早く気づくべきですけど、ちょっとわからない。わからなすぎてね。なるほど。インドネシアから、ウェルカムと言いたいところだったんですけどね。荒らしちゃダメですね。まあ、ゆっくりしてってください。小原誠二さんも来ましたね。2人目はテトさんよりちふえちゃんを欲しいと思っている。ちふえちゃん、ほんとね、ウィスパーボイス可愛いですからね。まあ、どれもおすすめなんですけども、もうおすすめですね、ちふえちゃんはね。ファって言ってますね、コアラの星の方がね。ファーファか。ファーファね。クマね。あれはクマですね、コアラさんね。はい。インドネシア語はちょっとわかんないですね。すいませんね。何か気に障ることでもあったんですかね。さすがにわからないですね。はい。ということで、ちょっと戻して、よいしょと。じゃあ、早速やっていきましょう。でですね、じゃあ、まずは、どれからにしようかなと思ったら、あ、そう、ブレスね。やっぱり最初はブレスにしましょう。サクサクっといきますよ。はい。ブレスはもう何度もやってます。もうね、当たり前のごとく、鉛筆通路にして、これを前にこう入れて、でね、これブレスも若干ピッチ、ここの線わかります？ピッチ引きずられるんですよ。あんまりね、気になるんですけども、ちょっと上に行く。だから、あんまり平板にしたい場合は真横につけるのがいいんですけどね。
あんま変わんないですけどね。で、BR と打ちます。大丈夫ですよね。画面入ってますよね。はい。で、BR 打ちました。BGM 消して、チューは、もうこれだけでいきましょうかね。I see you! ちょっと高音強調してるんですけどね。ちょっとうるさいですけど、まあ我慢してください。I see you! これも調整しようがありますね。短め。I see you ために、セク!はい。で、BR。あとね、ここ。間にも入れると、ちょっと音量はね、後で下でやんなきゃいけないんですけども、結構ね、人間味が出ます。BR が入ると。ブレスが入ると。行きましょう。愛し合うために、世界は、このね、息継ぎ感。に世界はある。これがね、これがね、ちょっと高音が強いのは、どうしようかな。多分ね、CLA なんですよね。これ、オフで聞いています?どうかな?愛し合うために、そうですね。ちょっと CLA でやりすぎてますね。じゃあ、どれだっけな。ローはトップ。多分、この辺とかを下げれば、常に前に表示になってるんだよな。愛し合うために世界。そうですね。トップは上げたらいいかな。熊井さんにはもうちょっと調節してからします。皆さんに聞こえやすいようにね。愛し合うために世界。そうですね。トップはいいですね。だからさっき高音強調がこの、スパーク、輝きになってたんですね。これね、これ。これを下げてトップを多くしておけば多分、オッケー。愛し合うために世界は、うん、あ、いいですね。はい。これで強調 OK ですね。強調されてないですね。BR もうちょっと入れましょう。ここ全部入れると変なんで、やっぱりね、ここだ。ここですよね。はい。BR。これは皆さんご存知でしょう。初めての方はぜひやっててくださいね。行きましょう。世界はある。愛す。で、このハーが長いな。と思ったら、これ気分でいいです。自分で歌ってみてやってもいいです。自分で歌ってみるのはいいかな。iPhone とかスマホで録音して、どのぐらいの、息が自分ではやってるか。世界はある。愛するために抱い続ける。はい、ここも、ちょっと語尾息がね、舞さん多いんですけども、ちゃんと入れると、リアル感が増すんですよ。はい、ちょっと前から行きましょうね。抱い続ける。やっぱりね、違うんですよ。この、もう一回行きましょう。なしにしましょうか。なしだと、こう。受けるまあ、語尾息が入ってますけど、じゃあ、あり。受けるこんな感じでね。はい。で、そうですね。ブレス、ここもう一回聞いてみましょう。愛するて、まあ、結構すでにね下がってますよね。もっと下げたい場合はここがね、まあ、そんなに変わらないです。言ってみましょう。愛する、まあ、ちょっとアタックがね変わったぐらいかな。愛するて、はい、こんな感じでね、なってますね。まあ分割してもいいんですけど、とにかく今1個目、この BR を入れるといいです。で、この BR を入れるっていうことは、このふわりというかメロディーを人間味っぽく、なってますよね。なってるはずなんですけども、ちょっともう一回フルでいきましょうね。愛し合うために世界はある。愛するために抱い続ける。はい、ちょっとね、わかりやすいように、BR を、あんまり下げるとおかしいんですけども、こうね、下にしてみましょう。これね、しちゃいけないと思います。引っ張られるんで、ピッチ曲線が。これでいいかな?はい、もう一回このわかりやすく BR の場所を見といてくださいね。愛し合うために世界はある。愛するために抱いはい。
い、ということで1個目、息継ぎをする、ように、まず、メロディーが鳴ってるのと、で、BR が入れることで、効果てきめんなんでございます。やっぱりですね、AI が生成するような最近メロディーとか、なんでしょう、ありますよね、ソフトで。ああいうのって、こう、パパパン、パパパン、パパパパン、パンみたいな、なんていうんですかね、三三七拍子じゃないですけども、息継ぎがないんですよ。だからメロディーが、ジャンルによってどんなものがいいのか、しかもそれがボーカルだと何がいいのかってなってくると、適切なところに空間とか伸びがあるっていうのをやんないと、ベターっとしてよくわかんないメロディーが生成されちゃうんですよね。なんかね、チャット GP とかでやるとまさにね、なんか息継ぎもないアルペジエーターみたいになっちゃうんですよね。シンセならそれでもいいんですけども、やっぱりなんだろうな、シンセのメロディーといっても、私が好きなキーセーマーソンとかみんなそうですけど、まあ、ビートルズもそうですけど、メロディーとしてもちゃんと緩急があるんですよね。ピッチだけじゃない、空間の緩急が、そういったものが私はですよ、いいメロディーだと思ってますんで、必ずですね、ボーカル、あ、カラーじゃなくていいです。趣味でいいです。ボーカルは自分でちょっと歌ってみるとかして、息継ぎポイントっていうのを作ると、結構メリハリの効いたメロディーができると思いますので、ぜひね、おっと消えちゃった。はい、やってみてください。一つ目が BR でした。次は、じゃあ CL 行きましょうか。CL ね。はい。この CL っていうのは、そうですね、即音って言うんですけども、ちっちゃい「つ」みたいなことですね。これはね、結構、使うところが、そうですね、考えるといけないですね。シンセでアタックエンベローブを速くする、してアタックをプチっていう、まるでミニモーグのリードみたいにする感じですね。さあ、どこにそれを試すのがいいのか、ちょっと見てみましょうか。もう一回聞いてみますね。愛し合うために世界はある、愛するために抱い続ける。ま、例えばですよ、ここはアタックを強くしようっていう感じにするとしたら、そうですね、今8分音符ですから32分音符にして、右クリックでノート分割、はい、ここだけ分割されましたね。ここをですね、では、即音 CL にしましょう。 CL ね、ここでよかったんだっけな。CL。はい。ちょっとどうなるか見てみましょうか。ちょっと後ろにいっちゃいますけどね。ちょっと前から行こうかな。はい。ここですからね、CL はね。抱い続けそうですね。次がルリしないといけないですね。はい。はい、すいません、もう一回。ちょっとね、パチってなんですよ。パチっていう。これをそのままコピーできない？なんで？オプションを押しながらコピーできない？できない？なんでやねん。ちょっと待ってね。よいしょ。ここをルにして、ちょっとブレスをなしにしますね。わかりやすくね。じゃあ、まず、即音あり。もっといきましょう。これね。速音なし。速音あり。もうちょっとわかりやすくしましょうか。はい。大げさにしてみましょう。速音、あり。うん、出ましたね。いきますよ。もう一回いきますよ。速音あり。なし。あり。このね、あ、ちょっとここがいいや。これですね。これです。この感じ。なんかね、ためがあるような感じにもなるんですよ。ちょっと BR を入れたいな、もう一回。よいしょ。大丈夫ですね。BR も入れて、はい。速音でちょっと後ろにずれちゃってますけどね。どんな感じになるかな？愛続けべ。べ。BR がべになってた。あ、ちょっと待って。
じゃすいませんね。これでもね、本当に緊張してるんですよ。はい。大丈夫かな、B。いきましょう、もう一回。はい。いい感じ、タメが出てアクションがこう、パチンとなる感じなんですよね。これが促音の効果です。他にも使えますけどね。でしたら、ちゃんとボケごと流してみましょうね。見てみましょうね。はい。ちょっと後ろにずれましたよね。じゃあ、前にシフトしてあげたら、音程もいい。もう、でもね、こういうね、おっと、こういう後ろにずらす、ジャストタイミングじゃないっていうのは、ありですよね。あ、せめて、このぐらいにしましょうか。結構ね、ヒューマナイズされますよね。じゃあ、この辺からいきましょうか。ね。はい、これ微妙なんですけども、結構ね効果あると思います。さらにこれね、ピッチに若干影響を及ぼすんですよね。間違えてますね。こうですね。結構下がりカーブになりましたでしょ。ここだけいきましょう。おっと失礼、もう一回いきましょう。この分かります、このぐわって感じ。 これボーカロイド5と6でね、この同じ効果のやつがあるんですけども、あまりそうと言っちゃいけないかな。もうちょっとしたら、見ましょうね。これ、ルーってよね。はい、これ正門閉鎖です。これをもっと多くするとこんな感じ。はい、やっぱりね、3期ぐらいが一番いいですよね。なんかこう、椎名林檎さんみたいなね。これですね。この効果、てきめん感わかります？私、下からしかやらないんですけど、上からだとどうなのかな？ちょっと待ってよ。もうちょっと上、行ってみましょうね。上からはあんまやらないんですけどね。ピッチカーブがね、ちゃんと演算されて、落ちるカーブになりましたよね。行きましょう。上からだとね、やっぱりピッチが多いと、なんつうのかな、振幅が高いような気がしますね。だから、やっぱり下がいいですね。で、下であればあるほど特徴が出ると思うんですよ。ちょっと極端に下にしてみましょうか。大丈夫かな？大丈夫じゃないな。ちょっと待てよ。見えないんだよな。下すぎてな。ちょっと待ってね。えい。こうですね。見えますね。はい、行ってみましょう。超下バージョン。あれ？ちょっと待てよ。ちょっと触っちゃいましたね。こうか。はい。下げすぎても良くないですね。この長さによってですよね。やっぱ最初の辺の、この辺良かったかな？ あれ？ 結構ピッチがおかしいですね。いや、この辺ですね。これちょっと試行錯誤する必要がありますね。ピッチはね。これです。これ。で、ただ、ただですよ。これね、ここじゃないんですよ。本当は。はい。なぜかというと、ここはね、巻き舌にしたいからです。後ほど。まあいいです。一旦ね、これ。はい。3つ目。あ、3つ目じゃ、2つ目ですね。はい。促音 CL でした。促音 CL。これね、ぜひね、皆さん、使ってみてください。はい。ちょっとコメントをもう一回、結構ね、いただいてるんでね。読みたいと思いますね。そう、ブレスシュワシュワ治りましたよね。そう、ブレス入るだけでね、やっぱり人間の耳ってブレスが入って自然な気がするんですよね。まあ、スタジオでブレス取る場合もありますけども、私的にはですね、AI シンガーとかバーチャルシンガーだからこそ、リアルを誇張するっていうのがいいのかなと。それ普通ノイズとして取らないっていうのも入れちゃう？
ことで、なんかこう、ね、誤解度を上げるというか、ちょっと個人的にね、そう、濃すぎる感じいいかなと思いますね。ねえ、私は。ですから皆さんは別に全部入れなくてもいいんですよ。まあ、ブレスもね、別に入れなくてもいいんですよ。だからご趣味でいいんですね。はい。ブレス、表拍に入れるか裏拍に入れるかで雰囲気がガラッと変わります。ああ、そう、空間のね、あえて作って入れるとかね。あんまり私も入れると、ちょっと息切れしすぎてる、肺活量のないボーカルさんになるんでね。そこは、ちょっと注意してみてくださいね。ここまでだったら肺活量出るかなってところでね、やるようにしてますね。はい。あんまり細かく入れると、ほら、なんかハンハンしちゃうんでね。はい。私はそういう形で、まあ、感性適当に入れてますね。入れるようにしてますね。ああ、ユージさん、なるほど。間にビールが入るとらしく聞く。そうなんですよ。そうなんですよ。本当にね。そう、ほとんど気づかないと思うんですよ。OK では。でもね、やっぱりね、絶大ですね。人間の耳はやっぱりそれを聞いているんですよね。脳ではちゃんと記憶されてるんですよね。っていうね。っていうね。ブレスや作業、きつくても後ほど音声処理でやっていい。そうですね。これね、今ね、ちょっと左の方見ないですけども、結構 DSR きつめにかけてるんですよ。結構ね。これ、ウェーブスの DSR なんですけどね。ちょっと最初に言いましょうか。あ、DSR が後ろに行っちゃう。そうか。そうか、こうなっちゃうのか。行きましょう。こっから。そうか、そうか、そうきたか。ここはアクティブに再生。愛するために抱い続ける。あ、結構ね、結構かけてるよってことです。別にこんなかけなくてもいいと思いますけどね。今回はね、かけてます。コメント戻りますね。はい。リッカちゃんのね、ブレス低めなので、ブレスだけでもリッカちゃんに差し替えたり。あ、ブレスだけよ、この一音単位でですね。それはすごいですね。私はそこまではやってないですね。すごい。RX、アイドトップの RX でブレスを処理すると、とかいうコードなのがほんま。本当にね、これ人間的ですからね。DSR 入れるぐらいね。あ、でもルネサンス、だから DS3 を入れて、その後に CLA で、音をコンディショニングして、で、最後実は、よいしょっと。R ボックスで叩いてます。音量の上下を。マイナス11も。はい。こんなことをしてますね。まあ、これは今用ですよ。最終的にどうなるかわかんないですけどね。はい。うん。自分のフレーズを出してもいいわけ。そうなんですけどね。航空のね、大きさによりますよね。合うかどうか。うん。ね、ブレスもね、結構低音域、のぶとい音、高い音ありますからね。ボーカロイド買うと大体ワブでね、WAV でね、ブレス入ってるんですよね。まあ、それ使うのはちょっと失礼な感じがするんでね、やめておきますけどね。はい、リカちゃんブレス担当か、なるほど。ちょっと想像。そうっすか。わざと息継ぎなしで渡したの、だんだん苦しそうな声になった後、長いブレスが入る演出とか。だんだん苦しくならないかな。昔ニュートリノでやった時に苦しくなったような気がしますけど、どうなんだろう。後ろにブレスは入れてはいない。まあ、後ろとも言えるか。ここの後ろとも言えますけどね。まあ、間に入れる。こう空間が、よいしょよいしょ。空間が空いてるときはね、こっちに、ここに入れるのは語尾域ですか？語尾域ブレスか。あんまりやんないですね。後で語尾域したいんですけども。ああ、ちょっと待ってよ。これ、こうしなきゃダメか。あ、鉛筆になってないですね。じゃあちょっと語尾にブレス入れてみましょうか。どうなったかな？あんまりしないんですよね。ただ、マイさんが結構すでに標準で語尾域になってるので、行ってみましょうか。語尾にブレス入れました。世界はある。やっぱりね、吸っちゃいますね。語尾域にはなんないですね。なし。世界はある。愛す。まあね、ブレスはやっぱり、なんだろう、発生する前のね、補給ですかね。はい。まあでも、後ろにブレス入れたら、でもいいライブラリありそうですね。ちょっとこれ、今、マイさんは、ちょっとね、
最後に吸っちゃいますね、吐いてた音をね。うん、それもご趣味でよろしいんじゃないでしょうかね。はい、YOASOBIさんは力技で引き付けしないで歌いきる。なるほど。オーケストラの、楽器とかでも、なんだろうな、なんて言うんでしたっけ、奏法。順々に発声していく。A さんがメロディーやって、B さん重ねて、引き継ぐとかで、譜面上、こんなに音出ないよねっていうのを再現するのはありますね。そういう方法してたらわかんないですけどね。ちょっとクロスフェードがあるかな、そういう時は。まあでもそれをリアルにしたいかどうかですね。別にそのままでもいいかもしれないですね。AI シンガーならではの歌になるわけですからね。ね、初音ミックさんの消失とかね、ありましたよね。別にそれでもいいですよね。自由ですね。で、まあちょっと今回リアルに人間みたいにするためにはって考えると、適切な場所にブレスが、つどつど入ってる方が、誇張された人間感、ヒューマニズム、違うな、ヒューマン感あるよ、ということですね。はい。あ、シューマンさん、いらっしゃいませ。なんか、歴史に名を残した音楽家のようなお名前、ありがとうございます。ようこそいらっしゃいませ。ショペンさん、いらっしゃいませ。ブレス入れた方、めっちゃ、そうですね、ぜひですね、ブレス、覚えてみてください。なかなかね、紙のマニュアルとか入ってないんで、全くね、分からずにしてる方もいらっしゃいますもんね。いいんですけどね。いいんですけど、入れると楽っていうか、リアルになるよっていう、今回の配信のまず、ブレスは1個目でしたね。ありがとうございます。はい、ただ短く、ブレスを短くしたい、長くしたいで、かなり違います。ただ、長すぎるとね、ちょっと変なんですよね。そんな吸うっていう、やってみましょうか。これでね、あ、待ってよ、接続してないか。はい、接続しましたね。例えば、めちゃ長ブレスどうなるか聞いてみてくださいね。いきます。世界はある愛すちょっとね、この真ん中辺から来てますね。深呼吸してる。ここね、ほんとね、短いのがいいかどうかっていうのは、実際聞いてみてください。ライブラによって違いますからね。ちょっと短め。愛すかなりね、早く吸ってますよね。もう、じゃあこれの倍ぐらい。愛すね。まあちょっとね、これ1個目の話でしたけどね。ブレスですね。ここまで来ると本当に一人でいいもんになってしまう。あ、ボーカルさんいなくても？なるほど。新しい方いらっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。ボーカルの長さとか、入れるところとか、簡単にできるの。そうですね。本当に楽でいいですね。はい。職員様、はい。ここはプラグインセール情報に従って買いまくらないとご機嫌悪くならないですよ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちいさん、それは。はい。ちょっと、マジレスしてしまいました。一応ね、本当に思っちゃう人いいかもしれないですけど、言っとくけど、全然買わなくていいです。下のアフィリエイトリンクを踏まなくて結構です。Google 検索なり何なりでしてもらっても構いません。はい、本当に。皆さんのね、好きなようにしていただければ。無料のプラグインも入れました。リンクセブンエミュレーションした。なんか FM のね、無料のやつありましたよね。なるほど。黒毛さん、小樽3人組。はいはい、りょうさんと90さん、いいですね。と購入してすっかり沼にハマってます。いい沼ですね。一緒に歌ってもらうのと違って、作曲途中でも自由に歌ってもらうから、そうですね、深夜にね、リテイクできますからね。で、5秒後には納品されるっていうね。そうですね、曲作るのが楽しくて。ね、やっぱ人間の声って、いい楽器ですよね。歌詞という、なんかちょっと違う次元の表現力があって、いいですよね。ベタ打ちしかしてなかった自分には目から、本当ありがとうございます。ただここね、簡易ピッチモードは必ずこの白くしといてください。これ、オンになってる。まあ、デフォルトオンになってますからね。はい、しといてください。特に入門者の方向けですから、はい。全然これで最終までいけますよ。私は最終までやりますよ。これオフになってたらね、ちょっとべったりしちゃうんでね、オンにしといてくださいね。べべって、ちいさん何ですか、べ？私がなんか方言っぽく言っちゃいました？違うかな？そもそも速音が何なのか分からんけど。わかる。私も言っててよく分かってない。いや、正門閉鎖ですね。って、にゃってこう。
ってやるやつですね。喉に。で、力入れちゃうようなやつですね。うん。いいですよね。その即音で、この、なんだろうな、ってやつね。うん。なんだっけな。なんだっけな。なんだっけな。あ、そうそう。だから、ボーカロイド5と6はね、この即音っぽい閉鎖できるようになったんですよね。これね、なんだっけな。一応ね、小春立花さんとか、あの、顔とワブファイルついてるじゃないですか。あれに、声紋閉鎖っぽい、って音？って音？ね、入ってますよ。こういうふうに使う。こうじゃなくてね。もう一回聞いてみましょうか。ここね、即音効果ですね。じゃあ、この辺からいきますよ。ね、色っぽいですよね。っていうね。あの、ホラー映画のあの、ね、ありましたけどね。これずっとこの、って出し続けるね。いや、なんでもないです。はい。とてもいいです。とてもこれ、クッションになります。だから、音数の少ないバラードとかで、この、しゃくり上げ即音、CL。CL ね。使うと、すごくいいですよね。今ね、これソロで鳴らしてますけど、さすがにね、やかましいオケだとそんなにね、聞こえないじゃないですか。でも、ピンで聞くとこれだけわかる。ね、これですよ。はい。はい、まず BR と即音やりましたよ。で、まだコメントをね、すみません、読み切ってないんで読みたいと思いますね。はい。ね、いいですよね、ねえさん。シンサーズアプリのサイトからサンプル曲を聴いてみました。違和感が、ま、全然なくてね。いや、ほんとすごい。私、903欲しいんですけどね。まあ、買ってないですね、まだね。仕入れに向かってスカッ、スタッカートがミス。あ、そうですね。そうですね。もうちょっと上げてね、スタッカートにもできますね。そう。なんかね、巻き舌っぽいんですけど、ちょっと巻き舌とはまた違う効果がありますね。うん。両方、あ、まあ、両方っていうか巻き舌はちょっとこの後やりますけどね。こだわったら歌詞の癖をかなり再現できそう。そうですね。お酒飲みながら、新作 V いじりながら配信見るの忙しい。忙しい。いや、いいね。いいですね。ほろ酔いでよろしいんじゃないでしょうか。戸川淳さんの巻き舌もできるかもしれない。まあ、巻き舌はちょっとこの後本気でやりましょう。ルーね。ピッチが影響するんですね。このね。若干ですね。若干。そうですね。はい。待ってくださいね。あとは、ガノリとか、シャウト系の再現はね、どうなるかでしょうね。まあ、いずれ、あの、カンルさんの技術でできちゃいそうですけどね。できそうですね。未来明るいですね。クラゲさん、CL 初めて知りました。ああ、とんでもございません。まあ、そんなに対応するもんじゃないですけどね。知らなくても十二分にね、標準でもいいんですけどね。ねえ、あと、ピアノ P さん、ロードフラーだってですね。はい、なんか、はい、ありがとうございます。ブレスからの、いや、ウリーも。ブレスからのウリー？ウリー、やめときましょう。あとで、時間あとでやめましょうか。ロマンス、ロマンシスさん、いらっしゃいませ。パラメータが全然効かないときは、ピッチのリセットをすると効くようになりますね。なんかね、バグありますよね。さっきみたいにピッチが、なんか、見えてるのと、鳴ってるのが違うときありますよね。あります、あります。そうか、リセットか。どうぞしましょう。ありがとうございます。はい、岡村さんの、あれ、ゆきさんの、クセ強ファンキー。ちょっとわかんないんだよな。スポンポさん、ありがとうございます。そうなんですね。アベンジャー、外で、だるまさん、落とし終わりましたか？大丈夫ですか？残り容量的に。あ、ヘスさん、どうも。あれ、待ってよ。ヘスさんは、あれ？そうだよ。ヘスさんは初めてですかね。そして今すっごいスクロール勝手にしちゃったんだよな。あれ？ヘスさん、すいません。あれ、さっきいらっしゃった？いらっしゃいません。アイコンが初めてな気がするから、あ、イージーキーズ買うか、テトさん買うか迷う。それはね、作る曲によりますね。ボーカル曲で、難しいですね。もうすでに持ってらっしゃるボーカルライブラリあるとしたらね、難しいですね。自分で歌って録音するとブレスがうるさく感じるのに、バーチャルシンガーでブラスするとよく聞く。まあ、加工しなきゃいけないかもしれないですね。どうなんでしょうね。ホーミーとかの倍音、奏法ができるような、
オーミーね。結構、ガナリ系のね、バイオンとかはどうなんでしょうね。いずれ出てほしいですね。スタートパックについてきたダウンロード券で、今度発売するやつもダウンロードできるはずですよ。すぐ初日にできるかわかんないですけども、だってドリームと、あ、違うな。どこだっけ？いいんだか。ドリームトリニックさんが設定すればいいんですもんね。基本すべてが対象ってなってますから、テトさんの発売日以降にダウンロード使ったらできるかもしれないですね。あ、発売後ならできるはず。そうですよね。ありがとう、コアラと。スクリプトのプラグインで、グロール。あ、そうですか。そういうね、プラグインね、ありますもんね。グロールか。何これ。ちょっとこれもグロールですもんね。ある意味ね。そっかそっか。スクリプト入れればいいのか。ちょっとその辺はね、入門者さん用なんでっていう理由でいいですかね。そっか。ごめんなさい。さっきも還元させてて。ごめんなさい。あと私のこの 視察音が自分の耳に痛い。ごめんなさい。ちょっとね、ほんとね、すいません。まあ、何回でももう、パチパチしましょう。ありがとうございます。すいません。もう絶対覚えよう。ヘッサン、ヘッサン。アイコンが、そっか、こっから見ると抽象的に見えちゃって。もうアイコンで覚えるようにしてるんですよね。だから、アイコン変えられたるとね、多分、はじめましてって言うと思いますね。すいません。パチパチは大丈夫だったんですね。イージーキーは確かに気になる。あれね、音をね、コードにしてくれる？音を分解する？セレモニーの、メロダイン DNA みたいなね、解析できますからね、そこがちょっと早く使ってみたいですね。ガナニゴリのプラグイン。そうそう、スクリプト、ここにね、スクリプトで、入れられるんですよね。チャット GPT でも作れるかな。ということで、読みましたね。じゃあ、ブリスから始まって、シール即音が終わりました。次はですね、最初に見せたいですね。SIL、シル、給付です。給付。給付なんて空間じゃんと思いますよね。思いますよね。空間を、まあ、どうするかというと、例えば私前やりましたけど、ちょっと、まず、そうですね、給付を使わないバージョン。ここでノート分割して、BGM 消して、これをですね、よいしょと、上げるわけですよ。そうすると、アイドルっぽくなります。ちょっとここで再生しますよ。いきます。ってね。じゃあ、ちょっとこの、定番にしますよ。比べましょう。ルーフってなりますね。で、もう一回、いきますね。これは、給付を使わないで伸ばしてる記号でやってますよね。これ、ですね、その、今打ちますね。給付 SIL でもできるんですよ。打ちました。ちょっと違いますよね。行ってみましょう。これね、上に打たなきゃダメだな。SIL。発音記号なんで、上の欄に SIL。あ、これで大丈夫ですね。すいません。上に上がったんですけど、語尾がないことに気づきません？バツッと切れる給付ですよね。でも、ピッチは上に上がる。この差ですね。じゃあ、元のものにして、伸ばす。よいしょ。これ、音を伸ばす。ハイフンですね。ちょっとこれ邪魔だからこっちやっていきましょう。もう一回これです。ちゃんと伸びて語尾域が入りますね、ライブラリの。で、給付にすると上がるんですけど止まる。この差ですね、この差。この差なんですよ。で、ちょっとこれは元に戻しておいて、この SIL を頭に使うこともできます。ブレスから、これ、給付から、よいしょ。上から、落ちることを使う場合は、これを使った方が楽ですね。行きましょう。なんか結構ね、パッとなりますよね、パッと。なし。
とちょっとごめんなさい、ノイズですね。もう一回。愛する、もう一回。愛する、はい。で、給付でコントロールするとどうなるか。行きましょう。愛する、ちょっとごめんなさい、ノイズが。愛する、これね、結構最初に言った、即音にも似てますよね。こういう方法もできる。じゃあ、下から下げたらどうなる、やってるからどうなるかな。うん、ピッチは影響されましたね。愛する、愛する、もう一回。愛する、なし。表情をつけるのに使うのにいいですね。愛する、はい。あと、やっぱり、細かい連打するとき、いいと思います。例えば、青、青ですね。分割しますね。ノート分割、ノート分割、ノート分割。で、今全部、ハイフになってますけど、これ全部、歌詞入力で、あにしましょう。あ、あ、あと、打って、ごめんなさい、見えてないですね。あ、あ、あと、打って、で、入力。これ聞いてみましょうか。愛す、はい、基本的にはね、全部いっちゃいますね。防音なんでね。愛す、で、これに対して、よいしょ。よいしょ。給付を入れると、まあ、効果としては、なんか変な感じになるんですね。これはもう聞いてもらった方がいいですね。あー、これコピー。あれ？コピーなんでできなくなった？えい。いいです。じゃあ、もう一回打ちましょうかね。ここね、この上の方ですね。上の方に SIL。ああ、SIL。はい。ちょっとわかりやすいように下に下ろしましょうね。はい。給付が入ってます。行ってみましょう。愛す、愛する、もうね、なんかいろいろできそうな気がしません？この感じ。愛する、これね、なんかね、使えますよね。もっと下げてみましょうか。ピッチがかなり前後します。おっと、失礼。はい、給付。愛する、ね、これ、こうで、こうで、よいしょ。この間髪入れずな感じとかね。愛する、うん。愛する、いいがね、なんか変な強調ありますよね。だからこれ、最初に言った、よいしょっと。似てるんですよ、即音と。待ってくださいね。はい。今ね、SIL ですね。CL と似た感じするんですけど、まあ、CL はね、ちょっとね、また表現が違いますよね。SIL 使うと、まあ、こんな感じのもできる。上から言ったらどうなのかな？ああ、ちょっと今、演算がね。愛する、うん、パツパツ感がありますね。これね、面白いですね。やっぱこれが面白いかな。愛する、なんかね、エラーですよね、完全にね。愛する、うん。まあ、こういう使い方がいいかどうかは別ですけどね。まあ、ピッチを頭で操りたい場合使うといいかもしれないですね。もう一回行きましょうか。こうして、上からやってくる。ブレスもあり。愛する、あ、ごめんなさい。もう一回何回か行きましょう。愛する、もう一回。愛する、で、なし。愛する、ね、結構ね、印象違いますよね。オケと一緒だと分かんないですけどね。これがですね、SIL、で、やることですね。SIL、給付です。ノートが書けるので、ポルタメントになるよっていうね。ね。ここ、ピッチがこう、動きますでしょ？こう。ニューンってね。下からだとニューンとね。まあ、これね。即音じゃない、いや、給付使わなくても、ここで分割して、もっと短くすればね、これちょっと大きいかな。同じことはまあ、やろうと言えばできます。いきましょう、再生。愛する、ね。なかなか可愛くないですか？
下から下がる、あ、上から下がるっていうのはあんまりね、なんないですよね。これ、オートで調整してもね。愛する、かなりね、可愛い感じになるんですよね。これ、じゃあこれは、今ね、ピッチ、この音を分割しましたよね。そうじゃなくて、よいしょ、休符でやると、こうですね。はい。もっとね、アタックがガツンとなる感じですね。長くしてみましょうか。これ、覚えとくとどうしてもおかしいときに、何かね、打開策になります。かなりね、ピッチ動きますよ。行きましょう。まあ、実際発音はこっからなんで、このピッチですね。もっと上にしたらどうなるかな？極端にね、してみましょうか。はい。だいぶこの、わかります？ここが三角になってますよね。こういう効果を頭で入れることができます。行ってみましょう、再生。もう一回。ちょっとね、上げすぎてね、なんか変なエラー、カキっていう高音ノイズがありましたね。この辺にしてみましょうか。はい、まだね、カーブが三角になってますね。行きましょう。あ、やりすぎるとちょっとあれかな。この高音の音が入るんですね。このぐらいがいいかな、やっぱり。はい。こういうね、アタックが強いピッチもコントロールできると。ただし、もう一回言っときます。ただしですよ。本当にピッチを動かすんだったら、上からするんだったら、こうした方が効果はあります。行きましょう。ね。この、なんだろう。エキサイティングな感じですよね。はい。ということで、このね、3つを今紹介させていただきました。はい。ちょっとね、見苦しいですけど、これね、すいませんね。SIL、CL、DR を、皆さん覚えてください。でですよ。で、ちょっとね、画面がね、今再生すると撮れちゃうんですけど、はい、こっからは、プラスアルファのコーナー、先に言った通りですね。5分音符と巻き舌どうする？できます。できます。できますよ。それをですね、やってみたいと思います。で、巻き舌からいきましょう。まあ、ちょっと語尾行きはそんなにうまくいかないんで、巻き舌うまくいきますよ。巻き舌は、さっきここで、ちょっとね、CL 使って、こう、がなり感、うわ、うわっていうのを出しちゃったじゃないですか。ちょっと、まずはそのまま聞いてみましょう。いってみますよ。ね、グロールね。はい、グロールっぽい。これでもいいんですけども、いや、グロール、これじゃないんだよなと。ここは、巻き舌なんだよなと。で、巻き舌にする前に、一旦、これどこだっけな？正式な位置は、音符の位置はここあったかな？ちょっと待ってくださいね。あれ？ここあったかな？オケごと再生していいですか？すいませんね。ここら辺からいきますね。合ってるかな？場所合ってますね。はい。ここの場所で、このルーを、巻き舌にしたい場合、どうするか。どうするかです。はい。これね、やってみてどうなるかっていうのを見ながら調整しなきゃいけないです。はい。まずは、はい。新しい音素をここに置きましょう。置きましょう。ブレスの後は、まあ、ブレスなくてもいいですけどね。はい。何か置いて、ル。後ろにちょっとずらしたと思ってください、ルをね。最初は、ここからがルでしたね。こうして、こう、します。で、下げてください。下げてください。で、そうですね。どうしようかな。打ちましょう。ですね。まず、この2行あるうちのこっちの方、音素の方っていうんですか？ここは、R 入れてください。ちっちゃくてごめんなさいね。アルファベットの R。で、上。のこの発音記号のところ。ここがポイントです。R、あ、思っちゃった。R、スペース、U、スペース、R、スペース、U。もう一回行くかな。R、あ、思っちゃった。R、スペース、U。すいません。ちっちゃいんですけども、RU、RU、RU と打ちました。で、
すべてスペースが入ってます。スペ、はい。ちょっとこれで再生してみましょうか。うまくいかないかもしれないですけどね。いきますよ。はい。いかないですね。で、もっと入れましょう。今の場合だったら。じゃあ、1、2、3。今、3個 RU、RU 打ってるんですね。じゃあ、ちょっと6、多いかもしれない。6。はい。すべてスペースで RU、RU、RU となってるんですね。6、6個。いってみましょう。わかります？もっと下にしてみましょうか。だんだん巻き舌っぽくなりません？いきますよ。ピッチが。やりすぎた。2度ぐらい。はい、行きましょう。わかります？これです。うん、ちょっと巻き舌長いなと思ったら、こうして、こうして、多分、RU も多いんで、1セット消しましょう。U 消し、スペース消し、R 消し。BR はね、ブレスはつながる。意外に簡単ですよね。ダリルーレロの前に、これ入れます。再生しましょう。さっきの方がいいな。じゃあ、増やしてこの数は変えない、あれ数は変えない、いってみましょう。あ、これでもいいですね。もう一回、まあもうちょっとやっぱりなんかあった方がいいかな。あ、でもいいですね、いいですねこういうことです、こういうことです。ちょっとオケと一緒に流したいなと。前にして、ちょっとボーカルがちっちゃくなっちゃいましたけどね。いきますよ。なるほどね。ちょっと先行すぎるかな。もうちょっとこうして、こうして、あれどうだっけ伸ばしていいか。これで聞いてみましょう。オケごと聞きましょう。もうちょっと強調したいですね。じゃあ広げましょう。はい、いきます。ちょっと、ふわり的にもうちょっと前かな。もう一回。もうちょっと先行発音かな。ね。ね。っていうか、こうかな。はい、行きましょう。これ今32分音符じゃないですか。もうちょっと細かくして64分にして、ねえ、ほんの気持ち短くしましょう。で、ブレス伸ばしましょう。これでもう一回。これだとやっぱり巻き時間少ないな。戻しましょう。もう一回いきましょう。もう微妙に下がいいんだよな。それか、ちょっとこれは巻き舌じゃないですけども、ここはピッチ、オーディションっていうか何ですかね、テイクやってもいいんですけども、ここ切ってですよ。このぐらいにしてみる。さあどうかな？ちょっとこれはオケなしで聞きましょう。やりすぎたかな？やりすぎたかな？このぐらいかな？ね。ちょっと、あれですね。ピンで聞くと誇張しすぎですね。オケで聞きましょう。ここか。こんなにいらないな。はい、行きましょう。こういうことですね。で、さらにここ切って、アイドルっぽくさんが上がってもらいましょう。あ、そうなっちゃってるな。はい。もっとかな。はい。これで、オケごと聞きましょう。おっと。もうちょっと前。
はい、こういうことですね。頭から聞きましょうか。愛し合うために世界はある、愛するために抱い続ける。はい、あともうこっからはですね3つって一体どんどん増えるんかいっていうね、ここね切ります。行き過ぎて戻るとかもありですよ。下でピッチ書いてもいいですけど、めんどくさいんでこれできます。はい、行ってみましょう。行き過ぎて戻る。愛続けるやりすぎたかな。でもね、多分ね、これ OK で聞くと大丈夫ですよ。行きましょう、OK。こっから。するために愛続けるやりすぎだな、やりすぎだな。探りピッチやりすぎだな。で、人間ってね、やっぱりこうなりますでしょ、多少ね、多少。これをノートでやってしまうと、すれば、何かあってもね、絶対この効果消えませんからね。さあ、行ってみましょう。再生しますよ。するために抱い続けるいいでしょ、よくないですか。で、さっきね、もう一箇所、そうですね。巻き舌したいとかありましたね。ここです。ここ。ちょっとそのまま聞いてみましょう。世界はある、これね。これ行きましょうよ。ね。これだから、どのぐらいかによるんですよね。またね、微調整しましょう。ちょっと一旦このぐらい開けて、よいしょっと。よいしょ。まず、下は R。で、上の発音記号のところに、R スペース、あれ?ちょっと待てよ。はい。R スペース U スペース R スペース U スペース R スペース U。もう一個言っていきましょうか。スペース R スペース U。はい。こういうことですね。聞いてみましょう。ここだけね。R! ちょっと足んないかな?じゃあ、ちょい広げてみましょうね。ちょっとね、微調整が必要なんですよ。いきます。パールこういうことです、こういうことです。さあ、OK で聞いてみましょう。ちょっと頭からいきましょうね。ここね。ここがルルーでね。いきましょう。もうちょっと発音前にしたいですね。じゃあ、すいませんね、ちょっとコメント読めてなくてごめんなさいね。あ、待てよ。ちょっと先行発音させましょう。 OK で聞くとやっぱ違いますね。あー、なくなっちゃったなくなっちゃった。ちょっと下げて、微妙なんですよね。RU の数かもしれません。数かもしれませんし、場所かもしれません。知るために世界はあるあれ?ちょっと巻き舌っぽくなくなっちゃった。ピンで再生。ある。上げてみますか。ある。うん、結構巻き舌なんだけどな。じゃあ、OK で行きましょうね。ために世界はある。あ、いいですね。下げすぎましたね、私ね。下げるとね、ピッチが前後、上下するときに打ち消されちゃうんですね。もう一回じゃあ、はい、全体じゃないですけどね、聞いてみましょうかね。愛し合うために世界はある。愛するために抱い続け。これです。これです。皆さん覚えました?簡単でしょ?実はそんな難しくないでしょ?これ覚えると、あ、今巻き舌だ。どうやって言ったんだろうってなることが多いと思います。実は簡単。コメントいきましょう。あ、ごめんなさい。だいぶコメント、まだ読んでないな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。どこだ?どこまで、どっから読んでないんだ、私。スタートパック発売後、
ありがとうコアラ、スクリプトでガラリー、あ、待てよ、全部読んでんだ。待てよ、給付、無料のスクリプト、あれ、どこまで読んだっけな。あ、コアラセイリーさんだ。私のアバターはモーションキャプチャーで動いてる。手はディープモーション。手はディープモーション。で、首、肩、まあ、首ですね。首、顔、表情は、あれです。パーフェクトシンクですね。iPhone 使ってますよ。はい。はい。それで次行きましょう。無料のスクリプトは読んだ。あれ、ちょっと読んでない。はい、良いですね。はい。キーに合わせて自動ハモリ。あ、なんかね、いろいろあるんですよね。私まだ入れてないんですよね。入れようかな。ありがとうございます。給付。そう、給付も使えますからね。うん。正門閉鎖とはまた違うね、使い方ありますからね。ぜひ使ってみてくださいね。うん。こう、どこかな、だいぶすいません。だいぶ進んじゃった。まだマニュアルも詳しく読んでないんで、スクリプトとは知らなかったです。マニュアルがね、確かウェブ、なんだろう、オンラインマニュアルになっちゃうのかな。私も読んでないです。ちっちゃい図とかね、給付使うといい。まあでもね、図はね、ただ開けるだけでもいいと思いますし、なんかそれで気持ち悪かったら、今のね、給付使ってもいいですね。いろいろやってみるとですね、なんかライブラリによって違うんで、まあ、大したね、数じゃないですから、テクニック、やってみてくださいね。はい。そこまで使いこなしてもね、あんまりね、頑張ってもね、聞こえないっていうのもあるんですよね。巻き舌もあんまりやると、ねえ、くどくないですか？あんまりね、誇張しすぎるのも良くないけど、基本的には誇張した方がいいんですよね、っていう私の個人的見解です。うまく使えば演歌みたいな拳も、そうですね、拳とか使うんだったら、即音がいいかも、その CL がいいかもしれないですね。ガナリっぽいね。ガナリ？うん。で、上げ方向でね、あれ、いいかもしれないですね。ちょっと動かなかった。動いて動いた。ボーカルのグリッチ的サンプリングチョップ効果。バチバチっと切ってね。なるほど。ボーカルチョップも使えそう。給付ね。そうですね。すごく細かく設定できるんですよ。どれも良いから自分の中の正解を見つけるのが、そうですね。うん、気持ちいいやつにするといいです。よろしいかと思いますよ。サイレンス、クローズド。ああ、そうか。そうやって、CL、そうかもしれないですね。あ、違うな。SS か。そうか。SIL、給付ですもんね。サイレンスかな。ひょっとしたら。うんうん。音を止めようっていうね、感じかもしれないですね。サイレンスですね。かもしれないですね。ハリムさん、昨晩ありがとうございます。何があったんですかね。はい。チェビオ、あ、CS、AI じゃない方ですね。これは RRR。あ、そうなんですか。それはそれで楽でいいですね。発音聞くまで巻くんですね。RU もちゃんと、間を開けないとならないですからね。R スペース、U スペースっていうことですからね。そこだけお気をつけくださいね。はい。ウリーも負けじた。ウリーね。ちょっと後でやりましょうね。良い負けじた。そうなんですよ。ちょっと位置によりますよね。うん。次の音素の、どのぐらい下げるか。手前の R、R、あるよ、あるよね。それで気持ちいいのが決まりますね。大きすぎたらボリュームちょっと下げるとかしてくださいね。語尾上げるのいいですよね。そう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 。あ、ゆきにゃんさんこんばんは。いつも。そうですね。やっと来た口、お疲れ様でございます。エキゾチック歌唱。いや、いい、いいんじゃないですか。あ、スパンプさんもこんばんは。ということでね。はい、ゆきにゃんさんにこんばんは。めちゃめちゃハイトーン。そう、ちょっと高めなんですよ。これ、テトちゃん用なんでね。昔の曲ですけどね。はい。アレンジして、テトちゃん用の曲にして、別バージョンとして、新曲半分新曲としてアップしようと思ってます。はい。キヤさんの挨拶があって、はい。前半ボルさせていただいたので、で、ちょ、いいんですけどね。ルルルルになってましたよね。はい。いい感じ。ありがとうございます。そう。そうなんですよね。なるほど、深い。結構でも簡単ですからね。これぐらいは、はい。ここぞという時に使うのにちょうどいいかな。簡単だしっていうことですね。キーモデルの、はい。アクアライフという曲がキーボードソロ、ギターソロならぬ。はい。平沢さんの梅木越えソロ、そんなあるんですね。挑戦したくない。どこまでできるかちょっと疑問ではありますけど、挑戦楽しそうですね。
はい、なるほど。設備の初期投資費はおいくら？ん？設備の初期投資費はどの話？これですか？え？あれ？コーラセビンさんは、震災の V は持ってない？震災さんの V を買うので、一番多分いいのは、スターターパックっていうのが Amazon とかであって、買うと、この震災の V のプラグインとして使えるプロバージョン。で、ボーカルスタイルも使えるフルバージョンですね、これね。ボーカルスタイルどこだっけ？ここですね。今、テンション上げてますけどね。あ、違うな。こっちですね。あ、これあれか。2個しかないね。ソフトとね。エモティブ。うん。まあ、要はですね、ボーカルスタイル対応してるのは、この有料版のプロからです。で、プラグインでできるのプロから。と、お好きなライブラリを一つダウンロードする権利がもらえます。ね。それが一番安いんじゃないかなと。あとね、単品でね、先にね、このプレイヤーとか持ってる場合はね、ダウンロードのライブラリーを、DL サイトとかで買うのがいいらしいですけどね、持ち買ってないですね。はい。というね、ことですね。うん。ドイツ語もいける。あ、巻き舌でいけるってことですか？なるほど。ドイツ語はそもそもない、できないですもんね。普通にはね。はい。あ、RUR のね、そうそうです。それだけ間違いなくましたね。RUR、全部ね。RU が一つですね。R スペース U で一個。だいたいね、四つ以上あるといいと思います。長さによりますけどね。全部スペース入れてください。R と U の間も全部入れてくださいね。はい。そうそう、そうそうそう。スペース入れないとね、ならないんですよ。はい。負けちゃ楽しいですよね。それはそのうちコアラセンジさんの配信が、あ、そういうこと？あ、そっちね。初期投資か。一気に全部やったわけじゃない。まあ、後で話しましょうか。忘れてたら、ちょっとコアラさん言ってくださいね。初期投資言って。ね、昨晩お楽しみに。昨晩何があったの？まあ、まあいいか。VTuber に、あ、VTuber ね。そうね。なるほど、なるほど。そういう回作ってもあんまり需要がないんですけど、後でちょっとね、話しましょうかね。モーションキャプチャーかな？なるほど。モーションキャプチャーの話ですね。なるほど。さっき、あ、そうか。さっきそう言った通りですね。リープモーションと iPhone の iFace モキャップだったかな？です。はい。まあでも、モデル用意するのが大変ですよ。まずはね。この VRM モデルね。うん、全部は自前ですね。L は何も表示されず、無音になる仕様も。ああ、そうですね。重なったりしちゃうとね。はい。で、皆さん、最初にやった通り、次ですね。巻き舌行きましたね。ボーナス。ゴビ引き難しいんですよ。ゴビ引きはですね、ライブラリによるんですけど、まずこの、マイさんね。マイさん自体は、基本的にゴビ引き結構強みは入るじゃないですか。どこが入るかな？愛し合うために世界はある。ここね。入ってるんですよね。で、マイさんをやめて、じゃあ、サキさんにしたらどうなると。はい、ここから行きましょう。わかります？語尾域少ないんですよ。もうライブラリで。もうちょっと前から。世界はある。ね、マイさんに比べてサキさん、語尾域少ないですよね。で、もう全体が息成分の、ちふゆちゃん。愛し合うために、世界はある。まあ、結構ね、ありますね。マイさんほじゃないけど、語尾域ある。じゃあ、リッカさん。愛し合うために、世界はある。うん。ちょっとやっぱり語尾域ありますけども、今んとこ一番多いのはマイさん。あ、じゃあ、さっき、マイさんか。マイさんですかね。カリン先輩も行きましょう。愛し合うために、世界はある。そうですね。カリン先輩ちょっと多いですね。じゃあ元に戻りましょう。マイさん。愛し合うために世界はある。うんうん。カリン先輩が2番目で、マイさんが一番私が持ってる中では多いかなと思いますね。じゃあ、あえて、じゃあちふゆちゃんにして。ある。いや、待てよ。もうちょっとない方がいいかな。リッカちゃんにしようかな。ある。あるんだけどな。じゃあここで、語尾域どうしようかなって話じゃないですか。語尾域で、
これ今上がってますよね、こうやってね、もう一回。ルルちょっとやめましょう。上げないで戻して、はい、ここから行きましょう。まず、音符のところ、覚えてくださいね。ドット HY。ドット HY。で、上。上、このままじゃダメです。上は、H。はい。下、ドット HY。上、発音記号、H。これで切りましょう。いきますよ。もっと。ちょっと極端にしますね。はい。これです。これが語尾域を無理くりつける。ちょっとね、リアル感ないんですよね。だから、もうちょっと、そうですね、ピッチコントロールしつつ、長すぎたな。このくらいかな。じゃあやってみましょうか。もう一回。長すぎるな。語尾域ね、長すぎるんですね、これね。下げましょう。下げるか平板か。はい、下げました。ちょっともうちょっとちっちゃくして。はい、いきますよ。おびきね。ああ、よくなってきましたね。長いかな？でもね、あんまり長いのでリアルじゃないんですよね。長くしてみて、もうちょっと下げてみましょうか。長いな。これね、でも長いので、これこそ、ちょっともう初心者向けじゃないんですけど、ここね、ピッチベンじゃなくて、ラウドネスにして、どうしようかな。このぐらいかな。ちょっとやってみましょうか。ですね。下げ切っていいな。はい。一応、語尾域できるんですけども、単品で聞くと若干これの接続が、ここね、良くない感じがしますね。だから、ノート分割して、もうちょっとなだらかにするとか、言ってみましょう。もう、気持ち短くていいかな。はい、もう一回。だいぶ良くなりましたね。頭もうちょっと息成分あっていいかな。こう、かな。こうかな。はい。こんな感じで語尾域は一応再現できます。OK で聞くと、どうなるかという、あ、ちょっとね、そっか、ジェンダーを下げます。リクちゃんの可愛い子に戻します。はい、戻しました。じゃあ、OK ごと行きましょうね。見やすくして、ここね、ここが今、語尾域ポイントですね。行きましょう。知るために世界ちょっと聞こえないかな。 これはボーカルの大きさもありますね。もう一回、もう一回。これは バラード向きですね。単品。こんなね、感じですね。まあ、最後、あと、ここがちょっと平板すぎますね。これね、平板すぎるのは、揺らぎですね。音符マークにして、音符マークを押すと、このね、このノートだけに対する設定になります。揺らぎもっと大きくしましょうか。どうかな？そうですね。深さ。周波数。あ、これは覚えなくていいですよ。まあ、このぐらいにするといいですね。これはちょっともう、マニアックな感じになってきましたね。頭からいきましょうか。はい、
ちょっとマイさんに戻しましょうか。マイさんに戻したら音符やめて、このマイクボタンを押すと全体の設定で、ジェンダーをね、若干ね、ノブ得する。上に上げるとノブ得する。これしないとね、私、きゅ、あの、ちょっと若干ね、違うんですよね。あの、趣味と。はい、行きましょう。こっから行きましょう。再生。いいですね。語尾系やっぱりもともと多いマイさんだから、ちょっと語尾系だけ聞いてみようかな。ここですね。音量下がってるところ。強調すげあと、ボーカルがちょっと音下がっちゃったかな。CLA いじったから、どうしようかな。めちゃくちゃ叩きますか。めっちゃ叩く。もう一回行きましょう。はい、こんな感じですね。ゴブ息と巻き舌。特別講義になりました。ゴブ息と巻き舌やるつもりなかったんですけど、途中で準備しちゃいました。もう一回ここだけ。いいですね。ちょっとマイさんじゃなくてカリン先輩行ってみましょうかね。世界はルールーフになっちゃうかな、頭から。愛し合うために、世界はルーいや、これはまあ、これでね、誇張されてていい気がしますね。はい。いかがでしたでしょうか。コメントに戻りたいと思います。モーキャップの話で、エラーの話で、あ、コアラセディさんね、ありがとうございます。コアラ、ちょっと難しいですからね。なんとね、言葉で言ってもね、これリアル環境を見せるわけにもいかないんでね。この iPhone でね、とかね。ちょっとどうしようかな。わかりにくくてごめんなさいね。DL サイトはたまにセット割り。あ、それいいですね。いいですね。あ、そうだ。あと、ウリやらなきゃいけない。で、コマラさんのアバター。あ、いいですね。でも、コアラモデルってめちゃくちゃ大変じゃないですか、作るの。私、これ、まあ 3D ですからね。2D でね、ライブ 2D はまた全然違いますからね。結構、茨の道ですよ。私ももう何年 3、4年前から V ロイドスタジオを使って、今やっとこうですからね。難しいですよ。なかなか音楽と違って。まあ、音楽の方が難しいかもしれないですけど。やってみたい。なるほどね。ぜひね。あ、おっしゃった。だるまさん。マイさんとか、ユーマくんとか、最近のドリームトリックスライブラリは語尾。あ、そうですか、そうですか。私、このね、持ってるのが少ないんでね。なるほどね。なるほどね。いいですね。語尾系は結構合ってくれていいですよね。それこそそうですよね。さっきやったやつで、その休符なりに、即音なりで語尾系を消すっていうのもありですしね。ちょっとね、今この辺から見た方はね、ちょっと戻してもらってみると、他のもやってますんでね、見てみてくださいね。はーい。どこまで読んだっけな。ちふうちゃんの負けじた人生。あ、さっきあのとこから。確かにね、ちょっとでも不自然感はあったかな。オケに入れたら問題ないかな。結構変わりますよね。あ、アリムさんいらっしゃいませ。昨日ぼやーっと山蔵さんの動画で癒されて なるほど。昨日に失礼しました。いえいえ、この時私の配信も アリムさん、いつもどうもありがとうございます。はいはい、ヤゼンさんもそう。はい。になってしまうので、こちらだけの文章で。何の話か。あ、なるほどね。昨日ね、そういうことをね、山田さんってことで遊んでらっしゃったんですね。はい。ごびき面白いですね。そうですね。使いどころですね。H でやる方法もある。はい。ブレスだとね、そう、さっき言いましたけども、吐いた後吸っちゃうんで、ごびきって吐きっぱなしである方がいいんで、H でやる方がいいかな。ただね、こうやって、ちょっと音量カーブ書かないと不自然な感はありますね。で、今回の曲は疾走感があって、あ、これね、前の曲なんですけどね。
はい、MX のために作った曲なんですけども、アレンジして、新曲、準新曲として出そうと思ってます。なぜなら、テトちゃんが審査座 V になるからですね。ちょっとマイさんに戻して、はい。ということで、最後にいろいろいじりましたんで、頭から聞いてみた後に、ウリに挑戦するっていうことにしましょうか。はい、マイさんにしましたよ。行ってみましょう。ここから入ってないんですけどね。じゃあ、テトさんに行きましょう。歩き続ける運命のレールで、君の視コンテ線ンツ愛にいっちゃう。出会ったの。よう、良い天気ですね、なんて。ありきたりの挨拶しかできなくてさ。目の前に現れたこの希望は、君の目にも映っているの。愛し合うために世界がある。愛するために出会い続ける。叫ぶ世界よ、切り開くんだ。これちょっとまだね、発掘したんですよ、古いデータから。だから音が全然合ってなくって、例えばコンタクトもバージョンが古かったりして、えらいことになってるんですね。これからリアレンジを、ある程度リアレンジ加えて、さてさて、新曲として、準新曲として、まあ、仕上げようかなと思ってるとこなんです。まあね、今の技術でもちょっとね、変えようかなと。ただね、ギターとかはね、別にこれでいいなと。特徴的なんでね。いいじゃないですか。で、これ打ち込み入れた何かというとですね、当時のやつなんで、ちょっとコンタクトはセブンじゃないんですけども、これ V メタルなんですね。再生してみましょうか。なんかね、なんかですよ、当時のアンプリチューブ3って書いてあったんですけど、今もうね、5？ とにかく全然違うじゃないですか。レガシープリセット探しても、このワブ化してあった音が出てこない。この音。なんかね、この音になんなくって、何使ったんだろう、私っていうね。まあ、これはこれでいいかな。一番近いの選んだんですけど、やっぱ違いますね。まあ、ちょっとこれから直していきたいなと思います。これ余談でございました。さてさて。じゃあ、今ね、巻き舌なりなんなりいろいろありましたよね。最後に集大成で、ピアノ P さんご所望のウリをできるかな？できるかな？できないような気もするんですけど、やってみましょうか。今日それを最後にしたいと思いますね。できるかな？もうちょっとこれね。もう OK 再生しないですから。どこだろう？ウリだから、英語じゃなくていいですよね。ちょっと待ってよ。一旦60四分とか、ちょっとつらたんなので、16分に、いや、もっと、8分にして、まず、こうして、ウリだから、ちょっとね、まだね、ちょっとやっていきましょう、本当にね。タブキーを押した次に移りますね。ウリーだから、ウリー。え？ ちょっと待てよ。まあ、いいか。あれ？何やってんでしょう？ウリー。短いのか。ああ、間違えちゃった。
ピッチ書かないとダメなんじゃないですか。プレイ。ピッチ書かないとダメなパターンだな。ね、これめん結構めんどくさいって言っちゃって結構大変かもしれない。無理って感じ。ちょっと待ってよ。ちっちゃくなんなくなっちゃった。うーりー、ちょっとゆるで最後上がるか。プレー違うな。うーりー、じゃあうーりー、上がりすぎたか。無理。プレイ。違うんじゃないかな。はい。で、でですよね。そうですね。ちょっと待てよ。D を負け舌にしましょうか。ね。じゃあ、ここ切ってですよ。あ、切っちゃうと D になんないから、もう一回これ D にしてあげて、D にして、で、ちょっとこれ画面こうして、下げて、で、はい、巻き舌は、覚えてますよね。R にして、上、発音記号を、R、スペース、U、スペース、R、スペース、U、スペース、何個がいいかな ?R、スペース、U、スペース、R、スペース、U。ちょっとこれで。あれじゃあ、こうかな。あれちょっと待てよ。無理。え？無理？無理。ちょっとどう？うの前に、うの前に、うの前に、即音を入れましょうか。即音は CL でしたっけ？忘れてる。CL。大丈夫かな？これ結構下からですよね。あれー長い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 。長い長い長い。こんないらない。こんないらないっすよ。で、で、で、じゃあ、集大成ですね。ここを、そうですね。語尾行きにしましょう。はい。覚えてますか？ドット HY。何やってんだろう、これ。そう。で、上を H でしたっけ ?H ね。はい。H にしました。で、ちょっと長めにして。どこかな？あれー下げた方がいいな。長すぎたなぁと。はい。あれーちょっとこうコントロールしましょうか。ピンチ書くのめんどくさいんでね。あれあ、ダメだ。ダメだ。ちょっと待てよ。うりー。あれうりあれうり、もっと上だな。うりーか。こうか。あれ意外にもっと上も気持ちいいかもしれない。何やってんだ。あれあ、やりすぎやりすぎやりすぎだ。いや、でももうちょっとみんな上の方が気持ちいい可能性はある。あれこれ下かな。あれえ、ピアノピーさんこんな感じでいいですか。あれはい。これね、今日やった CL ですね。即音ですね。で、はい。巻き舌もやっちゃいましたね。で、最後、語尾行きドット1Y ですね。何やってんだ。何やってんだ、本当に。はい。こんな感じで、ちょっと待ってコメント戻りますね。コメントね。どこまで行ったっけな ?H で、あ、はい、疾走感。あ、コアラ星人からだ。私はいろいろな、はい、ことに精通していて、すごい、そんなことないですけど、今ありがとうございます。語尾行きって言葉、語尾行きがあってるかわかんないですけども、
まさにね、歌うのテトちゃんで語尾域ライブラリーって出たんですよ。まあライブラリーっていうか、そうですね、普通の連続音に対して語尾域をつけるとはなーっていう抜きの声がね出るっていうね。でそれを持って私も同じことを、やりたいじゃないですか。で HY 使ってみたっていう感じですね。ちょっとまあでも完全な語尾域感はないかなー。あれまあでもなんかまあ、うまくいってるんじゃないですか、これ。ねえ、負けじだとね、あの、ちょっとガナリっぽいの CL いいですよね。よくない？ロードローラーだ。古いな。またこれもね、ロードローラーの話もね、あの、過去の栄光です。過去でございます。でも、はい、何度も言いますけども、栄光があるだけマシということでね、自分も慰めていこう。ねえ、は、七瀬のルポさんいらっしゃいません。ハートが想像されて。やめて、恥ずかしいから、やめて。あの頃の曲も絶対皆さん聞かないで。ウリ。ウリじゃないけど、ウリ。はい。その感じ。眉毛の小麦たくあん食べたいな。あ、ちょっと今顔見えないですけどね。眉毛の、そうっすか。ちょっと待って。うん、つぼったつぼった。青い鳥さんもらってる。レイチョルピー、新しい方のラムちゃんがウリーって。え、新しい方のラムちゃん、スミペイ様。あ、これ変えてみましょうか。マイさんなんです、今ね。え、じゃあ、サキさん。サキさん結構いいんじゃないですか。サキさんのウリー。ウリージェンダーを直しますね。はい、大体直しました。もう一回いきます。サキさん。ウリーちょっとあれですね。あの、おとなしいですね。じゃあ、ちふーちゃん、これ、東京シックスに怒られるんじゃない？ちふーちゃん、お願いします。これあれだな。全体下げた方がいいな。こだわる。はい、下げました。ちふーちゃん、もう一回お願いします。ちょっとダメだな。下げすぎだな。ちふーちゃんにこんなことしたらちょっと怒られるぞ。はい、じゃあもう行きましょう。りっかさん、うりーちょ、もう一回聞いていいですか。りっかさん、うりー可愛くなくなっちゃうじゃないですか、可愛いのに。じゃあかりん先輩、うりそう、カリン先輩はね、やっぱジェンダー上げた方がね、私好みなんですよね。はい、上げました。もう一回。うりー語尾域ちょっと強いな。はい、じゃあ戻しましょう。マイさん。元のマイさん。うりーほんと何やってんだろうな。はい、シュール。何やってんだ、ほんとに。あはは、シュールの配信。ほんとですよね。リムさん、ありがとう。はい。私に作ってもらったよ。ありがとうございます。いいえ。今日このシリーズ聞いてます。今すぐだって。やめて。ピアノ P さん。いや、でもピアノ P さんが喜んでくれたらいいですね。何の罰ゲーム。配信でずっと、ね、なんかディオブランドな配信になってますね。寺子安なんないんだよな。男性声ないから、持ってないから。翔平、へぇ、やっけ。翔平さんも天国で、え、それはやらないです。え、いや、そうだ。はい、私らしいクオリティああ、アイコンですね。そうです、アイコン。そうそう。あの、私が作らさせていただきました。配信中に。リカちゃんは楽しそうにやってる。ねえ、確かにね。ヨロレイホーみたい。ソフトマシーンとかできるな。レイララレイララレイとかね。何言って書かないと思いますけど。はい。あ、カリン先輩も意外とない。え、カリン先輩ちょっともう一回カリン先輩。ジェンダー下げたお話。カリン先輩もうちょっとジェンダー下げるか。まあ、下げるっていうか上げるか。じゃあカリン先輩お願いします。うりカリン先輩もうちょっと上げてもいいですね。二音。うりカリン先輩、ここだな。うるりほんと
何やってんだこれ。保存しとこう。保存しとくか、これ。違うんだよな。そういうことしようとしてんじゃないんだよな。うん。はい。ということでですね、ちょっとこのウリはいいですけども、はい。だから、そうですね。この CL ね、即音を使ったりですね。あ、ブレス入ってないじゃないですか。ブレス入れなきゃ。ね。じゃブレス入れて、ちょっとね、休符はちょっとこのメロディーっていうか、ウリには使えないですね。ブレス入れて、これでちょっと今日のね、集大成がウリってどうかと思いますけどね。行ってみましょう。ウリ！あ、もっと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 。倍。はい、行きましょう。ウリしょうもな。あとやっぱりあれですね、この HY を使った語尾キー。うん。やっぱあれですね、ラウドネスでちゃんとやってあげた方がいいですね。ちゃんとやる意味はわかんないですけどね。これで、まあ、こういう曲線を書いてあげた方がいいんじゃないかな。はい。どうかな？はい、カリン先輩よろしく。うりー！あ、まだ、まだあれか。語尾キー多いか。こういう曲線がいいのかな？見てみましょう。うりー！あれ？これいいんだよな、ラウドネス。なんか結構音大きいですね。じゃあもっと早めに下げるにしましょう。うりー！あ、こんなもんでしょうね。ちょっと語尾もうちょっとね、短く、今8分ですから、60分にして、一メモリ。二メモリ言っちゃったかな？このぐらいなんでしょうね。うりまあ、こんなもんでしょうね。ちょっと語尾引きはこれ、本来語尾引きじゃないんで、無理くり作ってるんで、HY で。まあ、こんなもんでございましょう。保存しとこう。保存しとこう。はい。絶対使わないからね、これもう。保存、うり。はい。うり終了でございます。さあ、皆様、じゃあこれで今日はおしまいなんですけども、じゃあね、ウリーに行く前にちゃんと、あ、じゃあカリン先輩で聞きましょうか。ただこれ危険なんで、ウリーの前で止めますからね。なっちゃいますからね。で、テトさんがオンになっちゃったから、オフにしといて、こうやってね。じゃあ、BGM 消して、行きましょう。ちょい前から。はい、こんな感じで今日はね、いろいろとやってみました。ですね、ちょっと待ってくださいね。はい、どうする語尾引きと巻き舌もやりました。で、ちょっと音止まりますよ。元に戻すと、はい、今回やった、まず最初、入門者の方にやっていただきたいのは、もうメモ取っていただきましたかね。後で巻き戻してくださいね。SILCL、ブレスト。この3つをね、まずお話しさせていただきました。SIL は、そうですね、コメントいただいた通りで、サイレンスなんですかね。はい、休符です。で、CL は即音、声門閉鎖ですね。ちょっとがなりっぽく、あーみたいな感じでできましたね。で、ブレスは BR と。で、プラスアルファで、語尾引きと巻き舌やりました。ちょっとね、これ発音キーを書いてないですけども、語尾引きはドット HY、上の行が H でやりましたね。巻き舌は下の列が R、上が R スペース U スペースで4つぐらい続ける。からでできるということですね。で、巻き舌はこの後にラリルレロなんでもいいです。あ、それやってなかったな。そうです、そうです。それをやんなきゃいけないな。ラリルレロ、何にでも合うはずです。ごめんなさい、ごめんなさい。そうでした。そうでしたね。今ね、ルーにしかやってないじゃないですか。まあ、カリン先輩のままでいいでしょう。ちょっと、ウリーはやめていいですか、もう。ここもう一回再生しますね。
ラリルエルロでやってみましょう。まずはそのままル、ルルですね。じゃあここラ、確かねラでもねいけましたよ。いきますね。いけなかったらごめんなさいね。ウケラダメだなラダダダメだないけると思ったんだけどな。リ、これ発音記号変えるとおかしくなっちゃうんだよな。リいきましょう。リリダメだな、やっぱルだな。レ、レはレはいけた。レ、あれ再生してない。レレレ、わかりづら。ロ、ロはあ、ごめんなさい。ロロ、じゃあ変えてみましょうか。これロ、ロだから、え、できるのかな。R、ロだから、あと R スペース O、R、スペース、これできるかな。あ、難しい。はい、ロロロロロって打ったんですよ。どうかな。ちょっと、いまいちですね。ロー。あれ？難しいな。ロ、ロー、じゃあ、ラ、ラ、ラは、ここを、ラにしますよね。で、こっちも、R、スペース、ビジム。いけたかな？あ、思い出しちゃった。R、スペース、A、スペース、R、スペース、A、スペース、できるかな？行ってみましょう。R だけじゃダメなのかな。多分変わんないですよね。やっぱり、ラには難しいですね。ル、ルかな？ルで巻き舌かな？ル、ラ、ル、ロ。はい。ということで、まあまあ、いいでしょう。いいでしょう。ちょっと待ってよ。再生して、再生して、こうだ。はい。ということで、今日は頑張った。まあ、ルは間違いなく、巻き舌、できましたね。大丈夫です。それで、よろしいんじゃないでしょうかね。イヤホンで聞いてるんですか？めっちゃ笑ってます。あ、カミさんこんばんは。いきなりすごい声を聞けてる。ちょ、最後変なのすいませんね。ぜひ皆さんのお役に立てればいいなと思って。まあ、知ってる方はね、すでに知ってらっしゃいますよね。これ、放送後にエカリ戦からプロレス技決められちゃう。申し訳ないですね。すいません、東京シックスエンターテインメントさん。ウリーとか言わせちゃいました。保存してこうかけるに。音楽、リアクターが笑わずに折れないフォーカスの。はいはい、あ、フォーカスだ、フォーカスだ、そうだ。読んでる。レイララララ、レイララ、ラッハですね。あの、プログレッシブロックバンドの話をしてます。イントロかっこいい、ありがとうございます。エルプサイコングルーとかと思いました。どういうこと？ブルラ、あ、ちょっと待って、私これ直してなかった。まあ、いいか。さっきのやつ直しとかなきゃな。まあ、いいか、保存してないから大丈夫か。オート保存になっちゃうかな。まあ、いいか。はい、こんがりですね。撮ってるーですね。発音か、だったか。ん、そろそろ宅番権ないですね。面白そう。ん、面白そうでしたら、はい、乗り込みます。どういうこと？なんかあまり面白くないようでしたら、ゆうびさん先生。ごめんなさい、どういう話？何の話？ごめんなさい。前見てもわかんない。どういうこと？はい。今回、ヤプーズのバーバラさん。はい。ホニャラロイドの再現がいけそうという収録。あ、ちょっとわかんないですね。それあれですね。なんかその、海外のバンドさんの曲ってことですね。すいません。存じなくて。アリムさんも、どうぞ、たくあんを。どういうこと？はい。オペラならできるよ。オペラね。なお、裏でアベンジャーをいじってたら配信が終わりそう。はい。終わりますよ、もう。リトリピー、ドンマイ、ドンマイです。私も昔、学校で、レチューリー舐めんなと言わせた。言わせた、言わせた。はいはいはい。
はい、ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ぜひね、ちょっとよく分かんなかったって人はもう一回ね、巻き戻したりできますんでね、アーカイブ残りますから、また見ていただければと思います。ぜひこちらをお役立ていただいてですね、まあちょっと多用はね、多用するとちょっといまいちですけどね、ここぞというところにね、ガッと入れるとおっていう感じになると思いますね。はい、さっきのとこはもういきなりね、頭が、サビのね、頭サビのやつなんでね、ちょうどいい曲ですね。で、さっきの曲、リリース、純新曲としてリリースすべくなっておりますので、で、テトちゃん来たらテトちゃんで作ることになってます。はい、差し替えてね、テトちゃんにすればいいですもんね。そんな感じで、懐かしい曲でございました。ありがとうございました。うん、はいはい。ごめんなさい。あ、たくあんってこれですか、たくあんね。なんかね、一番最初に、やずゆさんが、サムネ見てたくあん なりましたねって、眉毛が言われたんで、はい。で、今日ね、この、こっち側にね、たくあん用意しました。それを聞いて。急遽。はい。まあ、それだけの話でございます。はい。特に広がらないんですけどね、たくあんについてはね。ヤプーズは、ヤプーズは戸川純さんの、あ、そうなんですね。ヤプーズ、ヤプール人とか、なんか、ウルトラマンセブンのネットフリックスに出てきた気がする。あれ違うか、違うな。ここちょっとやところに、そうです。ウリーブじゃない、ウリじゃない、ウリじゃないですよ。それは使っちゃうやめましょう。前半見ればわかります。あ、ごめんなさい。どういうことだ、すいません。ちゃんと後で見なきゃ。机の上に入れてるとか置いてあるんですよ。そうなんですよ。飲んでいます。とかね。はい、モーパンさんが書いてくれた、ポンちゃん。ポンデリンがね、これ私の本体ですから、これが。こっちがね、この子が本体ですからね。はい、今日はそんな感じでございますね。眉毛がたくあん、麦ちゃん、そうですね。そう言われたんでね、たくあん用意したってだけですね。ということで、皆さん、よろしければ、チャンネル登録、いいね、評価していただければ。で、通知のね、ボタンを押すと、突発的な配信にも、通知が来ますね。ので、よろしければそちらも押していただければと思います。いいね、評価もぜひお願いします。今日は皆さんいっぱいコメントありがとうございました。それでは、皆様、本日はこれにて終わりたいと思います。ちょっと待って。次回からしっかり自重しなくていいですよ、別に。ただ、他のチャンネルでね、私の話とかはしないでくださいね。それはね、別に VTuber 界的な、ありますからね、ルール的なね、気分を害される方がいるんでね、私のことは私のチャンネルだけで基本的にはお願いしますね。そこだけ、勘違いしたらごめんなさい。そんなことじゃなかったらごめんなさいね。私はスタンドでしたね。そうですね。ズギャーンって感じですね。はい。こっちが本体ですよ。こっちがね、アイコンにもなってますからね。はい、そこは、お間違いないよ。途中で寝落ちしたみたいですが、無理入れを受けました。すいません。うるさくてごめんなさい。起きちゃったんだ。通知をありがとうございますね。100番ね。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん、完結します。はい、お疲れ様でした。曲の完成楽しみ、ありがとうございます。シュールで楽しかった。ありがとうございます。知らなかった。知らなかった。はい、本当にね。ということで、終わりたいと思います。今日はなんだか。ウリーで、ちょっと偉いことになっちゃったな。楽しかった。では皆さんまたお会いしましょう。次回は多分水曜日とかに、違うな、木曜日の夜に、あ、じゃあ、火曜の夜ぐらいにできるかもしれないです。ね。ちょっとね、うちの父が調子悪いんでね、どうなるかわかんないですけど、はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。